いたしますあスパチャあ,ありがとうございます。えー、本日かねてから言っておりました誰も知らない怖い話番外編なのかな誰も知らない怪談100物語でございます。100話階段で100話 しかも1人1話のみ <laughs> なので最低でも100人来ていただかないとこの企画は、ね、失敗ということになりますので<笑><笑>、えー、本当にどうなるか全然わからないんですけれども、えー、皆さん、ね、寝てくださいね皆さん寝てくださいよ。 体壊しちゃうんでね、こんなことができるのは、下にテロップ出しておきましょうか、えー、特殊な訓練を受けておりますって、<laughs> この下にテロップ流すぐらいの勢いで、こう危険な行為になりますので、えー、皆さんはちゃんと寝てください。ね、寝て、えー、起きたらまだやってるっていう状態だと思いますけれども、えー、明日のリミットはですね、多分明日の24時ぐらいかなと思っております。もう限限界界ですね限界値 それ以上行くと死んでしまうってことになりますんで、えー、そうならないようにですねやっていこうと思いますではあスパチャありがとうございますスパチャありがとうございますでは早速いきますかはいらっしゃいませもしもし、はい、あの過激派ですはいらっしゃいませ若干フライングしたのは 僕ですそうですね大丈夫ですよ全然すみませんあのーもう皆さんあのでも許してくださいいいんですよ許すみんな許すみんな許す大丈えっとすごいあの今日本当にすごい楽しみにしていてどうしても話したい話が一つできてあのーかなたさんに一番に話したいなと思ってはい ました。はい。じゃあえっと、話し始めて大丈夫でしょうか。か記念すべきあの、一発目ですので。はい。はい。はい、えっ、ー、と,と、僕のスマホがちょっと壊れ気味なので、もしかしたら音声が途切れることだったら、それも僕のせいなので。<laughs> あの、叩いてくださいよ。<laughs> やめて。やめて。はい。やめて。<laughs> はい。はい。はい。で、えっ、ー、と、僕は、えっ、ー、と、怖い体験とかっていうのを。 直接したことはないんですけど、はい、えっと、怖い、えっと、ことが起きている動画、なんだろう、生放送とか、テレビとかの状況を見るのが、見る機会が、えっと、2回ぐらいあって、うん、実際に起きている、その場面みたいなのをですけど、はいで、その一つが、あの、世界仰天ニュースっていう番組で、はいはい、昔、あの、なんか怖い話特集をやっていたときに、はい、えっと、 狐の声が会場から聞こえたみたいなのって分かりますかあなんか、はい、なんかあった気がするけどな、どうだろう。っていうのを僕、その昔見たときに、あなんか作り物としても、わ怖えなって思ったんですね、その自分にそういう体験をしたことがなくて、なんだろう、リアルで見た感じがあったんで、ライブ感があったからだと思うんですけど。はい でえっと、最近ですね、僕あの、だってもう一つの,その実際にその怖いところを見てしまったみたいなところなんですけど、はい、あの僕、仕事柄、夜中から朝方まで起きてることが多いんですね。はい、で、えっと、そうなってくると、すごいあの、夜中から朝方起きるって言っても、 えっと、寝てるわけじゃなくて、寝てないまま、その夜中から朝方起きてるんですごく眠くなるんで、何かその、耳に入るものとか、耳に入るものが欲しいんです。音楽じゃなくて、その言葉とかを聞きながら作業したいんですね。で、そうなってくると、ラジオなんですけど、ラジオも結構夜中だと、やってなかったりつまんなくなったりするんで、えっと、僕の場合は、その、なんだろうな、 DVD ととかをずっと流してたりするんです、す、はい、での感じで僕、カナタさんのことも知って、カナタさんの動画って結構5時間とかやってたりするじゃないですか。<laughs> 異常な時間やってますけどね <laughs> そうです、で、まあ、これはもういい、いい動画だってか、なんかその。 いい暇つ,暇つぶしじゃない,いい耳の持たせになるみたいな。はい、い作業用 BGM にはね結構されあのしていただいてる方も多いみたいで、はいはい、ありがたいんですけど。あそうですね。はい、多分同じような感じで聞いてる人いると思うんですけど、そういう感じで僕はあの、なんだろう、長い動画を集めてるんです。なんでもいいから。か<あ>なさんのは面白いですけど、なんでもいいからその集めてるんですね。そういう感じで、えっと、動画を見てるんですけど、たまたま最近その、ドラ、 デジタルトレーニングカードゲームっていうやつが流行ってて、うん、それの、えっと、ニコ生を僕見てるんです、その実況者のやつを、はいで。横耳で聞きながら、えっと、適当にその夜中やってる人を、えっと、適当な人、その名前もそんな覚えないんですけど、僕、うん、その人を聞きながらあっと仕事をするんですね。うん それである人のやつを聞いてて、その人も夜中からずっとやってる人で、うん、あのプレイングその、ゲームのプレイングのことを話しながら、えっと、なんかカードゲームしてるんですけど、僕もそれを耳で聞きながら、えっと、仕事をしてるんですね。はい、でそうしてるうちに、まあ、来場者数、総来場者数がニコ生出るじゃないですか。はいはいはい。 こ、ね、れが 200,、はい、200人ぐらいで、うん、僕、それが多いのか少ないのかわからないんですけど、うん、それでコメント数も総コメント数60何とかでっていう状況で、なんかまあ、あんまりコメントが流れてこないんですね。うん、ってなった時にまに、あ、プレイングの話をその人がしてたら、えっと、いきなりそのおばあさんの声がして。うん おばあちゃんぐらいの声の人が、うん、その実況者に何か話してるんですよ、もゴもゴもゴって。うん、あ、なんか、親とつだって思ったんです、うん、僕最初に。はいはい、でも、実況者の人そのなんだろう、それを気にせず話してるっていうか、いないものとして話してるんですね、そのプレイングのこと全く関係ない。 その周りで喋って、この人が喋ってるところで、裏側で誰かがもモも,も,もなんか喋ってるけど、それに別にその配信している人はえ反応するわけでもなくはい、あ、そうで、ん、す、そうです。それで、それに僕、えっと、びっくりしたんですけど、そのこ状況を見て、僕が最初に思ったのが、あ俺、パソコンに入れてる DVD、勝手に流れちゃったって思ったんです、おばあちゃんの声が。うん で、確認したんですけど、えっと流れてるわけじゃなくて、じゃあ、なんか YouTube の動画とかが勝手に流れたのかなって思ったけど、そういうわけでもなくて、広告とかが勝手に流れたわけでもなかったんですね。で、もう一度、動画を見てみたら、結構、その、コメントでもおばあさんの声聞こえたーって人いっぱいいて、<laughs> いっぱい4人,4人ぐらいこう流れて,ブワて、ぶ、はい、わーって。 なんど,どうするんだろうって思ったら、そのニコ生主の方が、うんあのー、怖いからもうそういう話はやめてくれって言って、うんあのー、すぐ違う話に移ったんでそのおばあさんの声の話終わって、やっぱ気になるから、僕、コメントで言及するんですけど、うんあのー、ここはなんかその、寮の2階だけど、周りにそういう人、あのー、おばあさんとかいないから、うん、なんか。<laughs> <laughs> ここはだからそのデジタルトリングカードゲームをするところだからそういう話やめてくれみたいな感じになって、うん、でみんなそのコメントする人たちも,、うん、もうおばあさんの話とかもしなくなってしまって、うん、あのまたゲームの話に戻っていたんですね、うん、<laughs> でもなんか僕普通にそのすごい気になってしまってすぐ僕ニコ生のプレミアム会員に登録して、うん そうするとタイムシフトって視聴できるじゃないですか。はい、はい、それで、あのー、<laughs> 後からその人のやつを、そこの時間覚えてなかったんですけど、その大体その、なんか小刻みに、そのシークバーを合わせてって。はいはい。コメントも流れますからね、そのおばあちゃんがとかって言った後あいとかね。はい。そしたらそこを、あの,ーなあの、本当におばあさんの声とかしなかったんですよ。うん。 おこれ、怖いう話じゃんって思って、うんで、でもなんか僕、そういうのをすぐ怖いう話とかにしたくなかったんで、うん、あのもしかして、の他の要因あるかもしれないじゃないですか、うんで、いろいろちょっと自分なりに調べてみたんですけど、うん、もしかしたら僕、入れてた DVD が、うんあの、瀬戸内寂聴さんの、うんえっと、講演会の DVD だったんですよ。うん で僕、DVD、時々、なんかのパソコンのエラーか何かで、ちょっと再生されるときあるんですね、10秒ぐらい、そで止まるみたいなことあるんですよ。うんあのー、それが僕,のだ僕にだけ聞こえたとしたら、瀬戸内寂聴さんの声かもしれないって思ったけど、うん、他の人にも聞こえてるんですね。うん、だから、考えられるパターンが2つあって。うん あのそのおばあさんの幽霊がその寮に出てそのそ、その声がマイクに乗って聞こえたのか。うん、瀬戸内弱長はないれ思うのだから、瀬戸内寂聴さんの、まあ、得の高い方ですから、その瀬戸内寂聴さんの声が、なんか、<laughs> なんでしょうね、電波とかに乗って、それがなんか、その動画主のなんかを経由して、<laughs> ないの<な> <laughs> かなで、<laughs> まあ、ここまで言えば、もう想像できると思うんですけど、他の方にもこう聞こえたのかなそのパターン二つ考えて。<laughs> そのパターンはゴリゴリすぎるな。<laughs> こちらかなっていう。 まあでも僕、ほど怖くて、その、こういう経験あんま本当してないんで、これはかなたさんに話さなきゃなって思って。<laughs> まあね、寂聴さんのね、はい、まあお言葉、はい、まあ言うて、まあ、得の高いっていう方ですけれども、まあね、あの方も昔はね、はい、なんかもう、はい、とんでもない人生を歩んでいる方ですからね。そうです、ね、あの、僕、あの瀬戸内寂聴さんは嫌いなんですけど、話すことは好きで、うん、あの、<laughs> そういう感じで聞いてあの僕を瀬戸内寂聴さん、好きだと勘違いされたくないですね。あの 僕嫌いですって言って。<laughs> じゃ、あなんで聞いてんだ。<laughs> は話は面白いです。話は。話は面白いですよね。はい。うん、嫌い、はい、僕は嫌いとかではないですけど、あの人は、や、この人すごいなって思うわ。なんかもうすごい。あの、あの年になって。ね。やっぱ、こう、新しいものにもきちんと触れて。はい、うん、あ。それはすごいのかな。何、ね、はい。 うん現役でああいう感じで小説、まあ、そもそももの物を書く方ですからねあ。そうですね、元はそうですからね。あ今もずっと書いてらっしゃいますけどね。はい、いや、ああいう人、すごい。その力が乗ったの可能性もあるのかなで僕を考えてしまって。それないね <laughs> な,な,なんだろう、200得いくと、電波に乗せれるみたいなのがあるのかなと思って、<笑><笑>なんっ<な> <laughs> それ、クリア得点みたいなやつ <laughs> <laughs> やでも結構あの、だから本当にその動画見てたときに、ニコ生の他の方もコメントに、あの,の音声に反応してたからそれはね、なんか不思議ですよね、はい、反応してるのに、後々聞けないっていうのはね。はい そうですよね。ありました。じゃくちょうさんの声がみんなに届いたのかしら。説法がただあのね内容まだ届いてなかったっていう。そうですね。僕もぼごぼごって聞こえなくて。そうですね。そうね。け、そ入れっぱなしは気が付けないといけないですね。そうですね。はい。何だったのか。いありがとうございます。お話でした。はい。ありがとうございます。はい。あと九十九ははい。 聞きます僕寝てねはい <laughs> <laughs> ありがとうございます,いりますはい失礼しますはいどうもはいと、はい、うとうスパチパチよろしくお願いしますスパチャもありがとうございますスパチャありがとうございますえほ <laughs> <laughs> ないことはないんだよね。あんのよね、確かにの。乗っかってないけどなんか聞こえたみたいなのが、過去、確かにあったからね。あ、スパチャありがとうございます。スパチャありがとうございます。スパチャ、おわ、すげえ、スパチャありがとうございます。<laughs> えとろう。はい、いらっしゃいませ。 んもしもしもしもはいはいもし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 聞こえますか聞こえますあどうもお久しぶりですはいすーと申しますすーさんさあはいあのこの間俺リスナーさんからものすごいもの頂い,いてはいあなたの知らない怖い話の全データを自分でちょっと 整理してあの、はい、まとめてみましたっていうのをもらったんですよ。お<ー>うわすっげえと思って一回目から二十九回まで,まで全部ちょっと細かくね分類してたんですけど、スーさんってめちゃめちゃ昔から来てた。それ見てさスーあスーさん今度から来てたんだと思ってそのちょちょうどね二三日ぐらい前にそれあの見てあこんな<ぁ>あこの人もいたなわこの人いまだに来てくれてるわわーとかって思いながら。<laughs> そうあ最近スーさん見ねえなーとかって思ってた時ですよ <laughs> ああちょっとこの間何回目やったかな、うん、一つしようかなと思ったらひっきりなしに一つの人が来てはってそ,でその人がみんな「久しぶりの人久しぶりの人久しぶりの人」みたいな状態の会議が。うんうんうん、ではい、はい、その時狙ってたんだけどあの本当にあの。 間がなかったんで <laughs>、はい、あ,あ、もう今回いいやと思って <laughs>。いや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 、ちょっとね、もういろんな人たちに今日は助けていただかないと死んじゃう。<laughs> 最近仕入れた話なんです。今回お話ししようと思ってるのが。はい、えー、まあ、父親にちょっと怖い話ないかなって聞いたら、うん、父親が親戚から最近聞いた話。うん、っていうので、うん、あのー、まあ、その親戚はとある観光地に。 住んでるんででるすね昔から、はい、まあそこがあのふるさとでもあるんですけれども、うんあのー、その観光地っていうのが、まあ、昔からよく開発されては環境問題とかって言われて、うん、まあそれも今もいろんな話はあるんですけれども、うんあのー、移住者も多いしそこはあの地蔵土地なんで、はいあのー、別荘とかホテルとか。はいはいはい そういう遊興施設とかっていうのも開発されて建っていくんですけれども、はい、あの昔からそういった開発されない土地っていうのはい、うん、きの土地らしいんですよ<ー>だから地元の人はそこを触らないんですよ。あ関供養とかもそんなレベルじゃなくってもう関わらないのが一番みたいな。うんうんはい はい、で父親の言葉曰くその,その土地地はは今はもうう住宅地にななってるよよんですよ、うん、でそこはもうとっても見晴らしがよくって、はい、風通しもよくってもともと気候のいいとてもいい土地なんですけども、うんまあ、なおさらすごく風光明媚な場所っていうのであのすごい不動産屋とかが入ってもう競争も激しくいろんな住宅が建って,ってってなってるんですけど。はい まあそこに住み着く人は外から来た人ばかりなんですが、はい、みんな1年と持たずに出ていくらしいんでまあ地元の人の言葉ではそこは墓地だから、うん、昔からの墓地だからっていうので私たちの感覚でいう墓地だとあの霊園とかそういう感覚なんですけどそうではなくって、うん、おそらく父親からの言葉とかそういう昔の人からの言葉を翻訳すると。 多分亡くなった人とかを弔う余裕がない人とかが打ち捨てたりとか何か事件があってそのまま放置されて口ゆくままにされた場所とかそういうのを総じて言うんですよおそらくもう触らぬ神にたたりなしみたいな思考も一部あるんじゃないかなっていう感じで。ははは 言うとこのよく聞く話のお祓いをしてどうにかこうにかっていうのをもうそれすらもしないみたいなような感じでっって言でまあでその、まあ、私のおん何やったのかな <laughs>、まあ、すごい親戚が多いので、まあ、父から見たい,いとこかまたいとこかの人がまあ 仕事で出た帰り道に、はい、そこを通らなななきゃいけないけ時があったようなんです、はい、でその親戚の人はあのー、その地元の人なので「うわ、うん、ここ通らなあかんわ嫌やわ」みたいな感じで、まあ、早く通り過ぎようと思って車でその場所を通り過ぎるのも10分もかからないぐらいの短い場所なんで、うんうん、通り過ぎようと思ったらたい、まあ、夜の。 7時か8時ぐらいだったようなんですけど、うん、まあ人の入れ替わりの激しい住宅地ですし、うん、で住宅地で大体あの日が暮れたらあんまり外に人が出るような場所でもないですし、うん、すごく静かな場所だったんですって、はい、で早く通り過ぎようと思ってその区域の,あのど真ん中に入った頃合いでなぜか車が止まったらしいんですよ。うん エンジンジトラブルでで、うわーこんな時にこんなところでで、でこうエンジンかけ直そうとするけど全然うんともすんとも言わない、うん、でもう本人はすごい怖いし嫌な気分になってるしって思ったらうん、うん、あの、どこからともなくこう、赤ん坊の声が聞こえてくるんですって。はい、でどん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 近づいてきて。はい その車のすぐ外のそばまで赤ん坊の声が聞こえてきてるてこれはその聞こえてるふりをしてはいけない、うん、聞こえて怯えたらいけない、うん、反応してはいけないただひたすら一生懸命こう何回も何回もこうエンジンをかけ直してはダメかけ直してはダメでしてて10分ぐらいしたらやっとかかって、うん、で大慌てでその区域が抜け出した。 っっていいうことがあったらしいんです、はい、でその話を父親に「あそこはやっぱ駄目だよ」みたいなうん、うん、今でもどんどん新しいところが立って、うん、新しい人が入ってきては出て行き、うん、でまた出ていったところにまた新しい人が入ってきてまた出て行きってしてるけど、うんうん、あそこはダメだよっていうことを最近漏らしたようです。うーんつい昨日もね 確か、ね、そういう系統の話があって昨日かおとといかな、あのー、ひょっとしたら建てちゃいけないような土地に建物建てちゃって、はい、新築なのにさ3年で壊すっていう福岡かなど,どういうことだよっていうね、うん、でそれに近いような場所だったのかなでもそこはもうそういったのがあってもでもよく。 その土地とかでやっぱ不動産とかではそういった話って結構行ったりするって話も僕も聞くんでん入る人とかも結構まあ営業かけたりしてここ安いいですよ安いですよきっと最初のうちよりは安くなってるんでしょうね。入る分もでしょうねだから建てた人が一部分お金かけて、うん、その何回目かに入ってくる人が格安でみたいなに、はい、なってるかもしれないですね。まあ、賃賃貸貸ですよね <laughs> 賃貸だったり もしくは勝って入ってきてるのかどうかはちょっとわからないんですけど、ね。文青で一年で出ていく。よっぽどですよ。<笑><笑> <laughs> あのー、まあ。まあ、この。なんていうか。関東の。あの大震災も最近やったことなんであれなんですけど。うん、まあ、そこも。津波で。その集落が全滅とか。っていう、<ー>その、まあ、それこそ何百年前とか、そういう話なんですけどうん、うん。過去昔にね、やっぱそういうのがあったんですけど。そう,そう。 そういうい逸話もあるる場所だったりするんででももちろんその一つだけのあの話ではなくてもちろんその墓地って言われるだけの何かもあるんでしょうねっていうあひょっとしたら何かあるんだろう、ま、ずさっき言ってた何かこうそこにポンとこうもうね捨てちゃうって言ったらおかしいけどひょっとしたらそういう人もいたのかもしれない。 そうですね、まあ、そういう逸話にはこと書かない地域ではありますねそうなのど, <laughs> どこよそれ <laughs> <laughs> あ聞いたらああってなりますよあそうなのえこ,こっそり,りこっそりチャットで教えてじゃあ後でいやもう、まあ、こっそりああでもまあうちもこの話であれなんでいいチャットはあと,あとで大丈夫よあ大丈夫,か大丈夫今大丈夫 あか,か書いてる <laughs> あ<ー>すよ、ね、<laughs> ああああああそうああなるほどああはい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 、はい、まあ土地じゃないっていうところはすごくわかるわあでも結構そうなるとなんだろう決め打ちできてますよねもう完全にねそこに行くっていうことで。 言うたらちょっとこう、うね、もう、なんだろうな。まあ、この土地で。しばらく、もうしばらくというか、もう生涯住むみたいな気持ちは、結構強めな人たちがいきそうですよね。そうですね。<れ>で、それとしか出ていくってなると、よっぽどなんよ、<laughs> よっでしょうね。ああ <laughs>、確かに、こと書かない。 じゃあこ,こ,こと書かないでしょいろんな意味でねいろんな意味でこと書かないでしょうししかもでも逆に人の人に聞くと、うんまあ、うちは父親からを通して聞くと、うんまあ、よく聞く、まあ、今から70年前ぐらいのいろんなごちゃごちゃの話はないんですよ。うん、あ逆に聞かないんですよ。 言うと怖い話しないって聞くともうそれこそ民話的な話をてまあそうね <laughs> そっちの方なんだろうねあとはもう何<ー>だろう当たり前すぎて怖いとかっていう概念から外れてる可能性もありますからねああそれもあるかもしれないですね怖いっていうより危ないになってる気もしますそうね近畿とかね <laughs> そう,ねういう部類になって ってくるのかもね、なんか僕だか実は会談みたいな感じでちょっとこういやいやこんな話があってねみたいなんで、か軽く語れるような話ではないものがきっと多いでしょうからね。そうですねーー。いやあいつかいちょっといつか行かないとなこっちはな。<laughs> いいところなんですけどね。そうね。うん、いやありがとうございます。はいどうも。 はい、失礼します。はい、どうもありがとうございます。はい、どうぞスパチパチよろしくお願いいたします。スパチャありがとうございます。こちらありがとうございます。これはね、ちょっとね配信してる人間のあの特権というところを <laughs> フルに使わせていただいておりますんでね。うんえ、まあ、ヒントとかちょいちょい出してるんでね、まあ、ちょっと想像をしていただければと思います。 僕はもう絶対漏らすことはないので。<laughs> もしもしはい、もしもし。あこんばんは。シャンです、はい。はい、いらっしゃいませ。木登りです。はい、どうもです。先ほどすいません、ちょっと間違えて,し,てしま大丈夫です、大丈夫です。あの、音はもう切ってるんで大丈夫ですよ。はい。はい、すみません。えっと、今日話すのは、はい、うちの姉が体験した話です。お,お姉さん、はい、<laughs> はい。うちの姉、2、3年前に、その、 ちょっと地元で有名な神社の巫女さんをやっていたんです。うん、で、巫女になってからというよりかは、ちょっと前くらいから、その、まあ、神社とかが好きで、なんかいろいろ巡っていたりした時にそのな,なんていうんですかねみ、なんか見えるというか感じるようになってきた感じで、うん、で、巫女になってからそれがより一層強くなっちゃったみたいで。はい でその姉が去年体験した出来事です。はい、よくその寝てる時に金縛りに会うっていうその心霊現象ってあるじゃないですか、その寝てる時に動かなくなって。はいはい、うちの姉もそうなったんです。はい、それが4月頃だったかなっていう話をしてて、で最初金縛りに会って、またか。 っって思って思たらしいんですけど、うん、なんかなんかもごもごしたようなノイズが走ってるようなそんな音というか声というか右側か自分の右側から聞こえてきたんです。うん、で最初は何も聞き取れずになんか気持ち悪いなーって思ってたんですけど、うん、次第にそのはっきり聞こえるようになって、うん、最初スッって声が聞こえたんですよ。うん すなんだってでだんだんその聞き取れるようになって「うん、殺す」って聞,<わ>聞いたらしいんですよ。うん、でなんかまだもごもご言ってるなって思ってよくなんか耳を澄ますっていうか「なうっ」ってなながら聞いてたらなんか語りかけてくるような感じでなんか語りかけるというかなんか重たいような感じで。 6月にお前を殺すって <laughs> 具体的やんえ言われたらしいんですよ、うん、でうわっって思って、うん、目開けて横見たら、はい、もう影っていうか真っ暗な状態で、うん、目だけがギロってこっちを向いてたらしいんですよ、うん、でまあその日,日 バって起きて、うん、でまあ何もいなくてはあって言いながら寝た、ね、らしいんですよね、うんうん、で6月になったんですけど、うん、まあドキドキしながら6月になったんですけど何も起こらずに7月8月って今まだ何もなってないんですけど、うん、今思うと6月にお前を殺すって言ったって聞いたんですけど、うん 何年のとは言ってないんですよねだから何年の6月なのかっていうのがいま <laughs>、うん、だに怖いって話を聞きました。えな,な、何年いつのその,聞いたのは去年の4月に聞いて<月>で6月にお前を殺すっていう、うん、その悲しばに会った時に聞いて、うん、で そのまあ去年2017年の6月何もなかったんで、うん、でそのまま今現在に来てるんですけどもしかしたらそれ今年かもしれないし来年かもしれないし、うん、10年後かもしれないって考えると余計怖くて <laughs> なんかこうへなん,かなんか気持ちの悪いなんか呪いのようだなんというかね,うね,ねっていうのを、うん、すいませんっていうのを聞いてそれが まあちょっと前、1週間ぐらい前ですかね、なんかちょっと、仕事とかそういうことがあっ,てあったんだよっていうような話をしてて、僕も、姉はちょっと幽霊とか嫌いなんですけど、僕、怖い、怖いのは怖いんですけど、怖いもの見たさというか、聞きたさというか、そういうのがあって、そういうのを聞いてたんですよ。で、今週の水曜日です、僕、寝てたんですよ、はい。はい ぐってなんかいきなり重たくなったんですよ、うん、横見たら切ろって目がこっち向いてて、うん、で誰にも喋るなよって言われました、うん、<laughs> っていう話です、うん、誰にその 多分そのいい今今来た人今来た人に誰も喋ったって言われた親フラですよ、ね、<今>親フラです誰も喋るなって今言われたもう一回言われた言われたね違う今のちょっと親が親親か親かうん <laughs> よかった,ただうん魚ってうんその目目って言うんですか、うん、その 姉がその去年体験したその黒いぼやっとした影で目だけがこっち向いてるっていうのが同じだったのであやばいなってちょっと自分も今ビクビクしながら <laughs> いるっていう状況ですまあでもね誰にも喋るなよって言われたけど今喋ってるけどここのこととは言われてないし、ね、そうですねそうですね <laughs> だからだから その目をもう一回見て「お前は主語がない」って言ってあげればいい。<laughs> <laughs> 何をか何を喋ったらいかんのかいつの6月なのかと明確にちゃんと言いなさいと。ねだ,だからおかし何回も来ないといけなくなるだろうと姉に言ったり弟に言ったりわけが分からなくなるのだろうがと。なんでそんな爪がめんだバカ誰がって言うてあげればいいんですよ。 ねえほちゃんとねそんなんもん死んでかれても何えそこまで言えるんだったらもう一個ぐらい言えるんだろうと文字数決まってお前文字数決まってんのかと霊界にはツイッター的な感じで文字数喋れる文字数決まってんのかと <laughs> <laughs> ねえだからちゃんとそこは言ってあげないといけないですからそうですねじゃあ次 来たら言ってみようと思います。ねえ、ばあやろう、この野郎って言うてね、<laughs> ちゃんとこう意見を、こっちも向こうが意見を言うんだったら、こっちも意見させてもらうけどって言って。<laughs> <laughs> まあ、ね、そういう感じで、まあ、姉が去年体験して、僕も数日体験した、そんなお話でした。はあ、ちょっとま,あ、まあ、まだまだ姉からよく聞いたりするような話とかもあるんで、<の>それこそ。 昨日言ってたような人形関係の話とか熊沢、うんんうん、さんがおっしゃっていたような人形関係の話とかも聞いたんでまたそれも機会があれば話せればなと思ってます、はい。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。まあ、この今日、この後楽しみにしてますので頑張ってください。ありがとうございます。ではまたお願いします。はい。失礼します。はい はいとどつバチバチよろしくお願いいたします。とねえ主語がないんだなあいつらはおけのわからんことばっかり言ってるね。<noise> いらっしゃいませ。あ、あどうもしもし聞こえますでしょうか。はい大丈夫です。えっとこの間もお話し,しましたゆきなと申します。よろしくお願いします。はいいらっしゃいませ。今日も頑張ってください。頑張ります。えっと二つあるんですけども。どっちでもいいですよ。今日今日できた出来事とか、<laughs> うん、ちょっと前の出来事とか、うん、今日のはまだ解決してないんですけども。 どっちがいいいかなと思いましてど,どっちでも大丈夫ですけど階段でお願いいたします。<laughs> あじゃあそ、じゃあいきます。じゃあえっ、ー、とですね、はい、えっと、何回か、こう、黒い影とかはよく見てたんですけども、はい、こう、久しぶりに、こう、寝てる、寝てる時に、あ、私死ぬのっていう感覚を得たものがありまして、うん、で、こう、 人がこう寝てる時に乗っかってきたんですよ、はい、でそれがいつもだ黒い人だなっていうの分かってたんですけども、はい、それがリアルにこう人間の形がすごい見えたんですよ、はい、でこう乗っかってる胸の辺りに顔があって、はい、その顔っていうかうずくまってるんですけども、はい、頭の左部分が頭皮がなくなってて頭蓋骨が見えてる状態だったんですよね、はい で私、このままこの人に殺されるかもしれないと思ってて、うん、ずっとこのままこうちょっとこう心の中で「南無法蓮華って言いながら、うん、この言葉はあなたにあげてるから私から離れてくださいってずっと唱えてたんですよ。うん、でそのまま こう結構時間が経ったままずっと、うん、ずっとその言葉をずっと唱えてたら、うん、体がちょっと楽になったんで、うん、この時手を動かしたからちょうどその人の頭を触ってしまったんですよ。うん、そしたらこうずるっとこう皮膚がずるっという感覚があって、うん、あ腐ってるとかと思いながら、うん、その人の体をこう起こしてあげて自分も起きて、うん、でで 私から一緒にいても仕方ないのであの玄関まで送りますからそのまま帰ってくださいって言ってその人の手を持って肩を押しながら肩とか背中を押しながら玄関まで行ったんですよ、うんうん、でその玄関先で目が覚めたんですよね、うん、でその後眠れなくなりましてで玄関からその人が出てったかな出てってないかなっていう感じはいたんですけども、うん その後ずっとドアノブがガチャ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 言うんですよ。でそのガチャガチャ言ってるのであまりにも怖すぎて今度玄関に行けなくなってしまってでもガチャガチャ言ってるっていうこと出れないからガチャガチャやってるのかなと思ったのでドアを開けてどうぞお帰りくださいって言ってドアをまた閉めたんですよ。でそのにこにガチャガチャ何も言わなくなったんで良くなったんですけども。 で、この体験が終わりにも怖すぎたんで、ちょっと友達に話したんですよ。うん、で、友達に話したときに、あの、寄ってくる人って頼ってくるか、なんか言いたい人だと思うんだけど、話をぼそっとしたときに、友達が、じゃあその人になんか心当たりあるのって聞かれたんですよね、その時に。うん、その時に、心当たりって言ったら、ふっと思い出したのが、ちょうど、 その時期だったんですけど、あのー、母方の兄弟の方がの方が車で練炭自殺をしたんですよ。うん、<laughs> ちょうどこのその今3月の時期だったんですけどやっあったのが。 もしかしたらその方が来たのかなとかって逆に思ってしまったら誰か見て欲しかったのかなとか逆にそう思ってしまうっていう話でしたうーんそれはその最近なのそ,そういったのがあったのっていうのはそうですねえっ、ー、と4日前です4日前 はい4日前です4日前に亡くなられてたってことなのあ ?4 日前に亡く,なな亡くなったのは結構前なんですよ。で、えっと、その後にちょっと親戚の方とかちょっと連絡取れないんで聞かなかったんですけども、うん、誰もおじさんのことをご供養しているっていう人はいないっていう話は聞かされてたんですよ。えも<で>、うん、もない,ってことなかいだからか家族の方も、うん あのもうそのお父さんとは縁を切ってるみたいで、うん、こうそれでなんかあまりこう,うつ病になった感じでこう自殺したっていう話は聞かされてたんですよ周りから、うん、だったのであの頼ってきたのかなと逆に思ってしまって、うん、ちょっとどうだ大丈夫だったのかなってちょっとそんな感じの話でした、うん、まあねえ そういういのがあるんだったら、もしお墓があるんだったらね、まあ、そういったところに行くっていうのも一つねの,あのお墓なんですけども<あ>あの多分震災東北なんで震災の時に多分お墓がちょっとなくなってるっぽいんですよ、はあ、なのでその辺もちょっとないんですようんまあ、まあ、なんとかできるところはねして。 言ったらいいいかなと思いますすけどそこら辺は僕ら僕ももちょっと何と何言えないですしねあまあ、うんまあ、一応こんな怖い話が会見があったってだけなんで。うんまあ、なんとかねそういったところができてそこでね、まあ、解決は何かどうかっていうのは分かんないけどそういうのが分かったっていうところでもねあ,あそういった方がいらっしゃるんだな身内にっていうのでなんかこうできることがあればいいですけどね。 そうですね、うん、はいなとか私の方でやってみようかなと思ってます,す、ね、はい,いありがとうございますはいすみませんでした失礼いたしますはい、はい、どうもはいどうスパチパチよろしくお願いいたしますなんかね方法があればいいけど まあなくなっちゃった、まあ、場所に、まあ、場所じゃないしねそこはそういうまあだけって言っちゃったらあれだけどお墓があろうがなかろうが何もできないことはないでしょうからねなんかまあそういうところで気,気づいてねなんかできればいいかな僕も人,人のことだとかよう分からんけど。 うーんんちょっとしんどいよでそのかも,もしそういう方だったらね全く別かもしれないし分かんないけどはいではでは声ちっちゃい俺の声小さいそんなんああ、あああちっちゃい 大丈夫少し小っちゃいうそん。今ちょっと小声っていうか、え、い今小っちゃいのちょもうちょっと上げ,上げて、小っちゃい人。はい、いらっしゃいませ。あ、よしよし。はい。こんばんは、んんはロビンと申します。はい、いらっしゃいませ。ご無沙汰してます。ご無沙汰です。<laughs> ロビンさん、はいえっと、えー、以前あのうちの職場が呪われてるんじゃないかっていう話をしたんですが <laughs> あのかいつまんであのお,おさらいさせていただくと、はい、あのうちの、えー、事業所の男性社員だけこう順番に大けがを負ったりなんか不幸な目にあったりまあ 亡くなられた方もいるっていう、ここ。二三年のうちで、こう順番にそういう状態になっていってるっていう話なんですけど。はいはいはい。で、あのー。まあ。その二巡目が来たというか。二 <laughs> 周目が来たみたいな感じになってて。<laughs> は。<laughs> は。な <laughs> に<何>。<laughs> なんだと。<laughs> この。あのー、だいたい。十ヶ月ぐらい前に。 結構大きな事故をされた方が、はあ、された同僚がまあ数週間前にまた事故にあって、はあ、でまあまあうちの職場に来る前はもうゴールド免許だったみたいな人だったんですねはい、はい、車も乗る方<で>通常乗る人がゴールドだったっていうことですよねそうですねはいうん、うん、で前の職場に通ってた時よりもどちらかというと今の職場の方が近いんで、はい、まあまあ走行距離的にも そんなに今の方が短いみたいな感じなんですね。うんうん、で、うちの職場って基本的にあのいつも定時で残業なんて月にあっても1時間もないような職場で、うん、休みも多いんで、はい、まあまあその仕事の疲れでこう集中力が落ちたっていう感じでも多分ないと思うんですよ。はでもない。そうですね。は,あはあ、はい。で、あのー、まあ。 もうもう一人はまあその1年ぐらい前ですかね、うん、まあおじいさんの車にひかれて、うん、あのー、半年ぐらい入院したっていう人が、うん、この前また、うん、あの何、ー、て言うのかなまあまああのー、こけたこけたっていうかその建物内でこ で、たまたま打ちどころが悪かったのか、その足の指を何本かこう、骨折したというか、うん、まあ、うん、打ちどころが悪かったんですかね。うん、そんな感じになってて、でもうそろそろ僕の番かなと、<laughs> <laughs> なってたところで、うんあの、この前、あの、その、 仕事終わりに、はい、あの帰ってる時に、うん、いきなりこの車のエンジンが走行中に止まったんですね。はあ、でまあまああの止ま,まあまあそんいすぐにこう脇にこう脇っていうかそんなにこう交通量が多いところじゃなかったんで大丈夫やったんですけど。うんうん まあそんななんかすごいめちゃくちゃ古い車でもなくて、まあ割と最近の新しい車で購入したやつで、はいはい、まあまあ、信頼性で言えば、あのね、あの日本で信頼性が高い T シャの車で、で,でちょっとこう、腑に落ちないのが、まあその、大体いい壊れたんが、壊れたっていうか、その、まあ、劣化しないとだめな状態で、うん、あのまあ JAF を読んだんですけど、はい あのーまあ、その時はちょっとと原因が分からないと、うん、最近の車はやっぱりねちょっといろいろコンピューターで制御しているところが多いんで、うん、あのパッと見はちょっと分からないけど、まあ、こういうここがこうじゃないかみたいなちょっとこう候補はあったんですけど、はい、まあその後車屋さんに持っていってもらって、はい、で、まあ、ちょっとあの結果が出るまで。 あの何数日かかりますみたいなコンピューター診断とかをするんで、うん、みたいなことを言われて置いていったんですけどなかなか連絡が来ないんですよ。うん、2> で2週間ぐらい経ってやっと電話かかってきて、うん、いやすいませんっつってこうコンピューター診断してるんですけど未だにちょっと、あのー、エラーがどこから出てるかわからないと。うんうんうん 一応、それらしきその部分を変えたんですけど、いまだにちょっとこうエラーが出てて、うんうんで、そのエラーの元がわからんから、そのコンピューターユニットみたいなのがなんかあるんですかね、なんかそ,れをそれごとも変えるしかないかなみたいな感じで言われてて、いま、うん、だにちょっとこう、まあ、そうするしかちょっと高くつくんですけど、そうするしかないのかなっていう状態で、うん、まあでもその話をして、あ僕もついに。 番が来ましたわみたいな同僚に言ってたら、ロビンさんはけあのー、自分の体に怒ってないからまだいいじゃないですかみたいな、僕はもうこの通りですよみたいな。<laughs> まあ毛が、<あ>骨折れてるわけですもんね。まあね。で、まあまあ、あのー、まあ、その職場、まあ、事業所が、ちょっとこう、まあ、土地が安かったんですかね。まあ、ちょっとこう、田舎、ちょっとこう、なんていうのかな、住宅街とか、 ちょっとこう離れたところちょっと寂れたところにあるんですよ。うん、でまあまあその1キロ圏内というかまあまあ、うん、徒歩5本圏内で結構まあまあ自殺された方が多いと。はあ、でうちの職場には全く関係ない人ですよ。全然よそのところから来て、はいうん、まあまあ知ってるだけでも3人亡くなってらして。うん で、そのうち2人が焼身自殺という、こうね、わざわざそんな苦しい死に方、死んでもいいんやなって思うことがあって、うん、つい、つい、いん、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前も、あのー、首吊りがあって、で、多分その後警察がうちの事業所にちょっとこう、来てたんで、時間帯的には、多分僕、通勤の時もし左向いてたら、 モロに見えてたなっていう場所なんですごくこう嫌なんですけど。何そこねえ、多分まあ安かったんでしょうね、建てるには <laughs> <laughs> と。とはいえですよ。ねえ。怒りすぎでしょう。まあ、言ったらそのまあ、まあ、自殺を選ぶ方がどういう心境かわかんないし、どこに行くかわかんないですけど、まあたまたまそこだったとしてもですよ。うん。 まあそののななんていうのかな例えば踏切とかやとなんかたまたま,まあ自殺しやすいからそこにねこう来て飛び込むっていうのは多分ななんていうのかな重なるとかあると思うんですけど、はいはい、その県内うちの辺は県内であって別にその一箇所でこう死んでるわけじゃなくてまあなんていうのかそのまあ うちの職場からまあ徒歩5分5分もかからへんな、2、3分近っ近っ <laughs> いやもういい目,のや目の前やもうだから、焼身自殺発見したのも、うちの社員の人やって、で、初めはなんかこう、誰かが不法投棄したゴミが、黒いゴミが置いたのかなと思って、近く寄っていったら、焼身自殺だったっていう人だったらしいんですよ。<laughs> うん パッと見しとやって分からんかったぐらいのあれらしくて。あじゃあもう、あわわわあ。ねえ。まあ、<laughs> だから、もう、うん、もしかしたらその負のオーラみたいなのがその辺集まってんのかもしれないし、うん、で、まあ、カナダさんの前ね、おっしゃってたように、なんかその、なんかそういうこう自己暗示じゃないけど、そういうこう、うん、なんていうのかな。 飲われてんちゃうかって思うことによってそういうのが何のかなと思ったんですけど、うんまあ、僕の場合機械がねそうですね機械,が機械だしそ,のそもそもがその一番最初のゴールド免許だった方がこう職場を移ってきてきてきてそうなったっておっしゃってたじゃないですかだから多分そこまでがっつりそこの場所のことを知らないわけでしょう,そうですね,ねえ、うん、そんないきなりねえここ来ていやこここ,ういうこ,こんな土地なんだよみたいなこと言う人ってまあいないでしょうから。 関係会とかで、いやー、この間さみたいなことあったりするかもしれないですけど、そうですねで、ちなみにそのその前にも話した、なんかこう、車で走ってるときに、ちょっとこう、警報じゃないけど、プップって一箇所で鳴るところが多い、花束が置いてあるところが多いっていったところも、そのラインは結構、こう心霊スポットとして有名やったっていうのは聞きました、ね。 ちょっと後でチャットでいいから場所教えてくだはい。大丈夫大丈夫です結構有名なんちゃうかなそうなじゃ然今の話もその界隈ってことですかそこを通って、もうちょっと先の、そこはちょっと離れてるんですけど、そこを通ったら近道っていうか、そうですね。いやちょっと よ,よければ教えてください。あ、はい、<laughs> こ,こっそり行きます <laughs>、はい。<laughs> いや、俺、危ねえそんなんなってて、<あ>じゃあ、行ってどうこうっていうようなのとかがあったりすると、な,なおのこと、ね、変に信憑性を上げてしまったりするから、ちょっと怖いですよね、でもね。まあ、でもまあまあ。うん、その今 会社の方がそういうふうになってるっていうことは、その周りの方も何かあってるっていうことなのか、そもそもその会社の人ばっかりっていうことなのか、どっちなんだろう、ま、周りっていうのは、その、なんていうのかな、会社の近くに住んでる人ってうかそそ、そうそうそう、近隣住民だとか、近隣にほんまに家ないんで、全然。あでもそこだけってことですかあほとんどあったりするのは <laughs> 人がいそうなところとかは、うん。そうですね、まあちょっと近隣に軒だけあるんですけど。うん そこはあのー、台風やったかなんかの時に土砂が崩れてきて家へ半壊してましたけど、ね、わおなんだそりゃ <laughs> そこ一軒ぐらいですかねあじゃあ山方面なんかなん山山山とまでは行かないけど丘,丘,丘うんちょ,ち,ょちょっと後で見ますわ<笑><笑>はすげえ土地だな そっち方面なんだろうけどはあいやちょっと、まあ、言うてねまあそういう方面なのかもしれないし本当にまあ事故にはね気をつけないといけないから CPU がうんぬんって言ってもそれでねそうたまたまそれでよかったけど本当にがっつり走っているようなところとかで止まっちゃったりしたらどうやらねそうですね <laughs> でまだ原因が分からへんっていうのが 怖いですよね。よね<の>いや、そこまでがっつりそんな簡単に壊れるようなもんじゃないし、世界に誇る T シャのねで、そもそもそこまで形式も古いわけじゃないわけでしょ<笑><笑>え<式>全然古くないですよ。でしょう、<ー>だかしくも、車にまつわるようなものっていうのとか、結かなりね、頻発してるから、まあ、そもそもそっちに行くまでにやっぱ車がないと移動できないっていうような場所にあるんでしょうけども。そうなんですよねー。は<ー>、うん いや,いやちょっとまた、はいうん、ちょっと何かしらお話がありまでもそんな事故とかね怪我とかはちょっとねもう二度となってほしくないけどもあちなみに<ー>あの僕今の職場に来て1年半ぐらいなんですけどはははいはい、はい車壊れた2回目なんですようまで大丈夫かい <laughs> いや 前の車は結構長く乗ってたんで、そろそろ壊れてもし寿命かな、うん、仕方ないかなって思ってたんで、はい、まあまあまあ、偶然やろっていうふうに、こんなもんやろって思ってたんですけど、あ今回はまあ結構新しいんで、あれ、親っていう、もしかしたらっていう。年 ぐらいっ、ねね、えうんそれで CPU 壊れるってやばくないまあ, <laughs> まあまあこんまあしコンピューター関係はでもなんかなね長く乗ったらこわなんか消耗品っていうわけでもないんかなっていう聞いたことまあ初期不良とかねなんかありますしね、うん、まあ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 あるでしょうけど僕も全然そこら辺詳しくないですけどそんなところが、ね、よくわからないです うん、コンピューターのなんかその多分こうコンピューターで何でもかんでも最近制御してるからちょっとしたこう何んん、うん、て言うのかな、あのー、不具合をすごいこうエラーとして感じてう<ー>たらかんたらみたいなこと言ってはったんですけど,ど、ね、僕もちょっとあんまりこう理系の人間じゃないんで<ー> <laughs> うんっていう。まあでもねいやー そういういうな、まあ、機械トラブルであってはほしいですね。まあ、あっても嫌だけど、どっちかって言うんだったらもうそっちだよね。うん、もうそれで直したら大丈夫っていうふうな方であって、もう一回それであったりしたら、もう俺は、にやついちゃう。まあ、その,あの、なんていうのかな。 エンジンが止まった場所はもう全然こう職場からすぐ離れてもうむしろ僕の自宅寄りのところやったんでまあまあ,あ、まあ、だからまあその呪いは結局その県内にいなくても発動するもしも僕の面それやったら県内にいなくても発動するのかなっていう感じですよ、ね、<laughs> だったらもう逃れようがないじゃないですかそうですねそこに所属してる限りこううん怖い <laughs> ねえ、昔あの、<laughs> 昔ってほどでもないですけど、ああの、あったあアナザ、アナザーみたいな感じかな。ああ、はいはいはい。じゃあ、あ<ー>じゃあ、ちゅう,うことは、その会社に職場に一人あ<ー>い,あのいない人間がいるんだよ。ああ<ー>、<laughs> いてはいけない人がいるとかっていうことになっちゃうよ。大変なことになっちゃうわ。うう<や>なるほど。やべえよ。ま、うん、まあまあ、み、 一人いなくなってほしいってみんなが言ってる人は上司はいますけどね。それはそれはまた別の話す。<laughs> <laughs> 怖えのそれはそれで怖えよ。<laughs> ああいやまた何かありましたら。はい。まあ何もない方がいいんですけど。<laughs> そうですね。聞いた話とかが一番い,こういいよね。そうですね。ね笑って済ませられますし、ね、ああそうだねって言えるんでね。ね自分に振りかかると、ちょっとこれはおやおやってなっちゃいますからね。 そうですね。ほんとねーん。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。はい。頑張ってくださいあ。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。うわ、すっげえ。はい、と,とつまちまちよろしくお願いいたします。広告ありがとうございます。ニコニコ広告ありがとうございます。<laughs> ああ。 職場どうなんだろう俺はもう俺はちょっとそ,そ,そっちの方面だからちょっと行きたくなっちゃうけどはいいらっしゃいませあもしもしはいこんばんはこんばんは江戸 <laughs> きつねびと申しますはい、いらっしゃいませ <laughs> 音声大丈夫ですか はい大丈夫ですすよありがとうございますはい、では,ではどんなお話でしょうか <laughs> えっと、ちょっと、昨日あのルーレット会見てて、うんあの、テーマパークっていうジャンルあったじゃないですか、そのルーレットが出るのを待ってるうちに寝てしまったんで、<laughs> うん。<laughs> <laughs> あれもう、ん <laughs> だからね、あれね。あれも完全なる運だからね。<laughs> うん そうですよねねそうでもそれがいいねあそこ見てさあこの話あるって待っててもあ今日できなかったわってその後通常会これ挟んでいったらその時に思い出して喋れなかった話できるねそうなんですよあっ救済枠が通常会みたいになるかもしれないねあそれはいいなサンドイッチでやってこうありがとうありがとうそうしよううんじゃテーマパーク の話ではいはいえっとあの名前は出さない方がいいですかねあんまり商業施設今でも稼働してるところとかはあのー、なんだろうあそこまで出さない方がいいかもしれないですねあああの話しちゃったら多分場所分かっちゃうと思うんですようん,んだったらいいよみんな言わないでねって言うからあ 商業施設ほらあんまりそういったイメージとかっていうのはねここであのむやみやたらにあんまり言うことってできないからはいな、うん、くなったところとかだったらまだいいかもしれないですけどもうい行くことはないから行けないから現役のところは、はい、ほらちょっとやっぱいろいろ問題が発生する可能性もありますからねあはい、うん、えっとあえっとあ お話ししても大丈夫ですか出さないっていうところがね<は>分かっても皆さんがあの、はい、協力して言わないようにしてくださいねはい、うん、ちょっとすいませんややこしくていいよ大丈夫よありがとうございますえっ、ー、と友達が、うん、えっとさらに友達のお姉さんから聞いた話をしてくれたんでその話を聞いてくれ しようと思います、うんえまあそのテーマパークに、まあ、女友達2人で、えー、2日間かけて遊ぼうっていうなん,かいなんて言うんだろう泊まって2日にかけて遊ぼうっていう話だったらしいんですよでなんかその1日目にそのテーマパーク行ってで半分くらいの乗り物を 2> を2日に分けたら全部乗れるじゃないですか。っていう感じで計画を立ててたらしいんですよ。はい、で、1日目に、まあ、アトラクションをその自分が行きたかったやつを全部済ませて、うん、まあその日は終わってホテルに着いたらしいんですよ。うん、で、そのひ、まあ、友達のうちの一人の女の人が、まあ 寝て、うんで、その日に夢を見たらしいんですよ。うん、でその夢がなんかあの、その日に乗ってなかったアトラクションに自分が乗ってる夢なんですって。で、それもなんか後ろからすっごい視線を感じてるんだけど、振り向けない。はい、で、そのまま進んでいくっていうだけの夢らしいんですね。はい で、まあ、朝起きて、なんか、その、乗ってなかったから乗りたいっていう感じで、まあ、夢に出てきたのかなみたいな感じで気にしてなかったらしいんですよ。うん、でふ、なんかその2日目にまたそのテーマパーク行って、うん、で、いろいろなアトラクション乗ってたらしいんですね。はい。で、途中、もうその時は、 その夢のことなんて忘れてたらしいんですよ。うん、で、とあるそのアトラクションに乗ってた時に起こったことなんですけど、はい、えっと、なんか、そのアトラクションっていうのが、なんか、まあ、休憩したりする時に行く人が多いんですよ、そのアトラクションは。休憩 <laughs> ほうほうほう。なんか、その、落ちい,い,ね、いろんなアトラクション乗って、うんうん、なんか、 そう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 ですね。うわー、うわー、ぐわーってなるから、じゃあここ、ここ乗って、とりあえずちょっと休憩がただ、なんかこう、落ち着いた感じのここ行こうみたいな、<laughs> はい、ありますね、そうですね。うん、で、なんかまあ、内容が、そのアトラクションの、うん、なんか、うーん、まあと、なんかその、乗り物でゆっくり進んでいくんですよ。うん、で、室内の乗り物なんですけど、はいはい。 まあ大量の人形がすごい踊ったり動いたりしてるアトラクションなんですよ、うんうん、でなんかそのアトラクションに乗ってる途中の時にあのその自分の化粧とかをちょっとチェックしたくなったらしいんですよ乗ってる最中にそうですねあのでなんかその手鏡 あるじゃないですかポーチかなんかから取り出して、はいはい、で確認したんですよ、自分の顔、うん、で、その時に、なんか、こう、自分の、なんていうんだろう、鏡越しにし、しなん後ろの背景っていうか、うん映り込みが、ね、見えるい、はい、そうですね、で、まあなんか、その、 まあ、そういう仕組みなのかわかんないんですけど、まあ、こうその映り込んだその自分の後ろで踊ってる人形がいるわけですよ。うん、で、そのうちの一つの人形がなんか、まそのまあ、鏡越しに目があったらしいんですよ。うん、その人形に。うん、で、いっしまあ、 どううなんだろ一瞬なのか分かんないんですけど、他の人形は動いてたのに、その人形だけ動かずこっちを見てるってことが分かったらしいんですよ。で、えっってなって振り向くじゃないですか。そしたら、振り向いたらやっぱりその人形もあるんですけど、普通に動いてるらしいんですよ。で、その時に、 その,その日見たあの前日に見た夢が視線を感じてその振り向けなかったっていうその夢で乗ってたアトラクションがああその人形あのその気休めに乗るアトラクションだったっていうお話です。これはこれで多分感づいた人もいると思うし俺は。 <laughs> テーマパークをそもそもほとんど行ったことがないからうんなんかそういうとこあるのかなぐらいの勢いだけどあ<ー>まあ想像すると何、はい、だろうー想像しただけでも怖いし、はい、いそもそもだってパッて見たら向こうがずっとこう周りは動いてる人形たちがいっぱいいるわけでしょ何かしらその、まあそそ。両サイドなのかどうなのか分かんないけども。 まあ言うたらなんか視界には人形が何か踊ってるようなそう、はいった、まあえー、アトラクションではあるということで,、はい、でこう手鏡で映ってる方向にまあ言うたら自分の顔とその周りで映ってる反射している後,後方の方がそういったのが映ってて何の気なしによね、うん、多分自分がこう化粧直しながらフンフンってやってたらチラッと映り込んで、はい、あ,あ人形映ってんなと思ったらずっと周りはほとんど周りのこう鏡の見てても周りの人形っていうのは動いていて。 チラッとなんか視界には入ってくる、うん、ただ鏡の方はずっと一点こっちをずっと見ているっていうような感じでファッて後ろ振り向いたらその人形であろうものはあるんだろうけれどもまあ普通に踊ってなんかこうぐって動いてもう一回鏡見たら普通に別にこっちを見てるような人形もなくなんだっだ、はい、あだそういえば昨日夢でこんなのまあ言ったらデジャブのようなこういったの感覚あったわっていうような感覚でそのまま落ち着いて。うん ふわっていうような休憩がてら乗るアトラクションだったのに一番怖いアトラクションになったっていうことだよね多分ね <laughs> そうですね <laughs> <laughs> の最終的に乗るんじゃなかったっていう <laughs> <laughs> まあ確かにそういう意味だったら一番怖い乗り物ですねそうだよね まあ、だからね <laughs> 人形が別に罪があるわけではないしそういうようなね人形っていうところでこう怖いっていうイメージがあったりするかもしんないけど別にそんな意味合いで乗るような場所でもないだろうからね <laughs> そこはおそ,、はい、おそらくは。はい、<笑><笑>そう、本当マジ絶叫違うなん絶叫冷や汗系だね。 <laughs> そうです、ねうん、え心臓をな内臓をえぐられて家に帰ってからさらにずっと引きずる系アトラクションそんなアトラクション嫌やわ残幼な残幼系アトラクションだねあの家に帰ってからふと こうやってなるっていうね、はい、あの映画ですよね。そうそうそう家に帰ってきてから発動するんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうそうああいう系統だね、はい。おっしゃってましたよねあの遊園地来たの時が。そう なんかにそうなのよだからそれ見て映画見てあ,、はい、あなかなか最近のホラー映画とかでは全然やらないようなパターンだな最後がちょっとなんか嫌だったけどとかと思いながら家に帰ってきて、まあ、飯でも食ってなんかして家に帰ってきて言っても夜遅かったから深夜ではなかったけど家に帰ってきてガチャって玄関開けて入って、はい、バタンって閉めて,って,閉めて真っ暗の部屋の中 自分の昼間見た残意を思い出してあ怖っっていう10時間以上経った後に発動するっていうねこ,これなのよれこれこれなのよこれ次元爆弾、うん、次元装置ついてるやつはねそういうことになるんだよね <laughs> 1>, 1日2日引きずったけどね <laughs> でもねそれ系統な気がするわそれよりももっとちょっと上位系の。 あうん、ものでしょうねもちろんそれはあのアトラクションというか、まあ、それは映画だったから別に何かこういったことで何かがあるってわけではなかったし作り物ですからね、はい、映画はね作品ですから、はい、だけどそれはね夢でも見てそれでつながったっていう現実問題っていうところがあるからよりねより恐怖がちょっとね増しますよねその後その友達のお姉さんは、えー、どんなアトラクションに乗ってうん、うん、どうやって帰ってどうやって寝たのかが気になと <laughs> 確かにそうですね <laughs> <laughs>。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい、はい、どうもまた引き続きはい、はい、よろしくし楽しませてもらいます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。いしますはいどうも。はい。はいとつスパチバチよろしくお願いいたします。そう地高地高性の恐怖がね僕は大好物ででして。 即効性の恐怖はねうわーびっくりーっていうようなものとかがあったりだとか視覚的な恐怖っていうようなのがメインであたわたあんま残んないんですよね記憶っていうかうん瞬間的にはすごく怖がれるというかね感情を揺さぶられるんですけど遅効性はねたまらないですからね毒性強いですからね <laughs> じわじわ

はいえー、今日はですね1人1話なのでですねもうだから今来てくれた方々はもう,こう1話のみなのでもう今日は来れないんですけどだからもう100人これ大丈夫 <laughs> どん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 不安になってくるわこれ朝方とかほんと来なくなるからね <laughs> 全員違う人じゃないとダメっていうことだからこれ成功する。失敗したらじゃあまた次するかって言ったらもう二度としないかもしれないし <laughs>。これはね。明日の夕方の時点で80話とかだったらすっげー頑張りたいけど、その時点で50とかだったら俺もう諦めるよもう <laughs>。 <laughs> 24時までやろうみたいなねそこまではやろうみたいな感じになると思うけど文章はダメです文章はダメです凸です <laughs> まあね、まあ、きついですけど えー、やっていきましょう、ね、なんかその「百物語」っていう形式でどれぐらいできるのか、まあ、挑戦もある意味娯楽ですから楽しんでいただければと思いますよ。まあ、この縛りがなかったらいろんな人たち来るかもしんないからね聞いてる人たちはそっちの方がいいんでしょうけどまあ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 それも込みで。 楽しんでいただけると思います <laughs> まあもう一つの失敗例は僕は気絶するっていう方ですけどね気絶しちゃったら終わりますけど <laughs> <laughs> この不安だって <laughs> アスパチャありがとうございます <laughs> オーメンありがとうございます

はい、ありがとうございます。えっと、あんまり大した話ではないですけど、頭数になれば。何でも大丈夫です。うん、一分でもいいです。何でもでも、階段遅れ。はい、えっと、こないだなんですけど。旦那とお酒飲みに行って、帰ってきて。いつも自転車を置くスペースがあって。そこを見たら、あの通りすがりの人が、多分酔っ払って、戻しちゃったやつが。うん。 ドバって広がってたんで、うん、結構夜遅かったんですけど、その時間からじゃあ掃除しようと、うん、自転車置けないんで、うん、<laughs> で、まあ、水まいて掃除をするんですけど、寒かったんで、うん、まあ旦那があのさっき家入ってていいよって言ってくれたんで、はい、私はさっきに部屋入ったんですよ。はい、で、旦那がずっと掃除してたんですけど、全然帰ってこないんですよ。うん、ななななんんでそんな時間かかかってんのとと思いながら、まあ、とりあえず 洗濯物をしまおうと思って、ベランダに出て、うん、様子を伺ったら、うん、なんかだんだん車、わーって普通に洗ってるんですよ。何してんのかな、こんな夜中にと思って。ほ、うん、んで、何してんのって言ったら、あーって言って、なんか、うん、いやーって言って、そこからはすぐ帰ってきたんですけど、はい、で、その後日談で、旦那が、いやーの時、実はねっていう話をしてくれて、はい、あんまりこう人通りがめっちゃ多い通りではないんですけど、家の前。はいなんか 今日はやけに人がたくさん通るなと思ったらしく、うん、でも、まあ、とりあえずこう水で流してたら、うん、ふと女の人が、誰やこんな所に入ったんって言って話しかけてきたらしくて、はい、でいや、そうやねもうほんま、まあまあ、お酒飲む人のやることやからしゃあないけどねとかって、んや、世間話をしたらしいんです。はい、で、しばらく洗ってたら、ここの車にもかかってるよと言われたと。ほんまやって言って、じゃあ車もちょっと流すわって言って、 ふとその人の顔を見たけど、うん、顔が見えない。<ん>えっと、のっぺらぼやったのって聞いたんですよ、私。うん、<laughs> え、のっぺら棒やったのって言ったら、いやもうなんか、顔が見えない、とにかくって、<ー>だからもしかしたら、その貞子みたいに前髪がざーっと長かったのか、<ー>なんだかわかんないけど、なぜ顔が見えない でその後もずっと車をこう洗ってる間もそばにはおったらしいんですけど、なんだかんだと話しかけてはくるらしいんですよ。で、私が上から何やってるのって声かけた時に、気が付いたらもういなかったって。っていう話だったらしいんですけど、なんかこれ、ちょっと変な話ですけど。その女性って気さくに普通に喋りかけてきて、でもなんかわかんない、で、その時にはもういなくなってた。 そ,の直前までそうです、それまで普通の人みたいに話してたらしいです。しかもそんなにちょっとこう目を離して、パッと会えなくなったなと思って、じゃあ向こうの方、道歩いてってるっていうような、普通に道、もしそういった人がいたら、まああ、向こう歩いてってるわぐらい、歩いてってる人が、もしいたとしたら見えるあ全然見えます場所でしょうね、多分ねそね、一瞬っていうことは。はいはい、そうですね。<れ>住宅街なんんでで割と明るいんで <laughs> あのー、僕ね別にそのそういった方面を肯定するわけでもなく否定するわけでもなかったりする方面の人間なんですけれども、はい、あのー、実際ね、はい、多分ね見えないっていうよりも、はい、なんかね、はい、その僕がものすごい面白いなっていうそのホラー映画で「はい、恒例」っていう映画があるんですよ。はい これは役所ささんとかふあの吹雪純さんととかか、はい、稲垣吾郎さん岸辺一徳さんとかってもう結構いっぱい有名な方が出てるんですけど結構マイナーなテレビ映画だったんですけどあ、はい、後に結構こうどん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 こう浸透してきて僕テレビで見たんですけど、はい、めっちゃ怖えと思ってでその後ビデオとか探したんですけど、はい、なかなかなくてその後 DVD 化したみたいなんですけど、はい、後にそういった方々が。 い、えーまあ、いらっっしゃゃるるじゃないですか何か何見えるってい方々が、はい、でその方々が見た一番怖いホラー映画何ですかっていうようなランキングがあったんですってそれも僕も十数年前にランキングがあったのかなまあ今でもそうなのかなっていうような疑いもありそうだったのかなみたいなんでいろんなことを考えるんですけど、はい、それがまあ「ほの暗い水の底から」とか「リングだ」とか「呪ンだ」とかいろんなことがバーってあるんですけどその中で1位が「恒例」っていう映画だったんですよね。 なんでこんなに、ま、ちょっとそこまで有名でもないこの映像作品がなんでこの一1位なのかって言ったらみんな口を揃えて、はい、僕た僕たち私たち私はこういういに見えるんでてそれが、はい、見え方っていうのが、はい、ホワッてしてたりだとか普通の人には見え,、はい、見えるんだけれども顔がフィルターかかってるみたいな感じで、はいはい、見えない<ー>というか意識の外みたいな感じになってるものもあったりするんですって。はい はい,はい、はい、そういう見えるものな,るなので、がっつり顔を見せないっていうような方も、はい、で。まあ、そういった方が言う中の一つにがっつり目が合っちゃったら、これもうアウトっていうような方もいらっしゃるんです。<あ>だから<ー>向こうから見せないようにしてるのか、こっちが見ないように式の外にい、はい、い行っちゃったりだとか。<ー>何かするようなことあるんじゃないのか。みたいな。そんな話はあったんですよ。あなるほど。はい。 がっつりとその何かを訴えかけてきているっていうパターンもあるかもしれないし普通に喋りかけてくるっていう人も中にはいるんだよっていう話はしてましたけど多分そっちもしかしたら今のゆかちさんが話したお話その旦那さんが見たっていうのはそっちの方後者の普通に喋りかけてくるでもなんかこうよくわからないっていうようなそうなんですよねそっち系の人だってかもしれないですよね。 ですねでも本当に普通に話しかけてくるらしいです。うん、い,るいるみたいですよ。いやなんか何なん,なんでしょうねなんか、うん、よくわかんないですけどで、うん、旦那も別にそれを怖いとも捉えてなくて、はい、なんか後日思い出したらちょっと怖くなってちょっと言ってみたみたいなそういえばなーってそう<え>だろうなって、ね。 そんな感じです本当にいつもなんか、うん、だから勘違いっていうか、うん、俺疲れてんねんやろうとか酔っ払ってんねんやろうで片付けてしまうんですけどうん、うん、なんか私らから聞いてるとえそれって心霊体験じゃないかなと思うような体験はたくさんしてるけど俺は見えないって言ってます、うん、<laughs> まあねあのーはい、実際問題見えようが見えまいがわけわからんことは、うん、わけわからんと ういうことになりますからね。はい、そうですよ、ねう。いや、ひょっとしたら、そういったようなものが。はい、まあ、本物も偽物もよくわからないですけども。はい、ひょっとしたら、そういったような事象を集めていくと、何かしら。ね、真実なのか、何なのか、わかんないですけど、うん、こうね、辿っていけるのかもしれないですけどね。ひょっとしたらね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また、この程度でよければ、またお電話します。全然大丈夫です。<laughs> ただ、今日ね、一人一話なんでね。 あ、わかりましたまた後日で、はい、よろしくお願いいたします <laughs> はい、ありがとうございましたありがとうございますはいはい、とつととづぱちぱちよろしくお願いいたしますこれね、こういうタイトル恒例っていうタイトル、これで、ね、めっちゃ面白いあの幽霊は物理で倒せるあ、倒せるっていうか幽霊は物理で殴れるという <laughs> はい、これネタバレになるんで言わないですけどとんでもない人が神主やってるっていう非常に珍しい作品でもあるんでね絶対言っちゃだめよこれ誰がやってるとか言っちゃいけないよもうそ楽しみに見てねなんでっていうような人が神主やってたりするから <laughs> とんでもない人が祝詞をあげてるんでねちょっとねこれはね一見の価値ありですそういう意味でもね是非、えー、見てください恒例。 本当おすすめこれはおすすめあの当時役所広司さんほんといろんなホーラー作品出てたからねエクステとかドッペルゲンガーとかうーんキュアとかねちょろっとだけだけどカイロにも出てたしねいやー面白いあの人たどっていくと結構面白い作品出てくるからね 吹雪純さん綺麗だってお、まあ、レンささんんも出てたよレンさんのイメージだったらあの当時だったら渦巻きだねあとは黒い絵だねうーん石橋蓮司さんとかもあの当時結構ホラー映画バンバン出てたもん出てたもんあの辺りを探すとねホラー映画いっぱいいいのあるからねホラーはあのや主役がアイドルとか 駆け出しの役者さんみたいな人たちが結構いたりするんだけど売り出し中のとかでもその分周りのね脇役さんたちがねすげえのよ <laughs> そのあたり探すと結構面白いのいっぱいありますんでねスパチャありがとうございますはいいらっしゃいませあこんばんははいはい、えー、おかきでございますおかきさんいらっしゃいませはいえっと 今回、ええっっと、えー、っと、写真大丈夫です。あ大丈夫ですよ。写真にまつわる何かお話あります,すはい。あのー、えっと、前回、あのー、お話させていただいたのを覚えていらっしゃいますか、ね、はい。ちょっと、あれ関係のやつでっていうんで、ちょっと今回、突させていただいたんですけど。何<う> <laughs> マジではい。 ちょっとはい、それでですね、やっぱりあれですかね、前のお話っていうのは、そうですね、軽く、軽くかいつまんでいいんでしょうけど、ナタ、ね、さん、お話できますえっと、はい、ど、とっかかりどこでしたっけまあ、その僕が子どもの時の、まあ、3、4歳ぐらいの時の話で、そうなんですよね、あの時もあも話まとまってなかったんで、 なんですよね。えっと、まあやっぱ簡単にお話したいいした、ね。最初ね、ちょっととっかかりだけ教えてくれたら、ブワーって引き出しから出てくるんで。はい、えっと、三四歳の時に長屋に住んでて、うん、あはいはい OK です。大丈、ね、<laughs> オッケーです。ありがとうす。えっと、三四歳ぐらいに住んでいたまあとあるえー、まあ関西地方のね長屋まあ文化住宅っていう感じなんですかね。多分ね。はい そういったところで三葉さんに住んでいて、まあ、おかきさんという方が。でその時に住んで一緒に遊んでた子が M ちゃんという方がいて、はい、まあほとんどそういう子供とかがいなくてその周りにねもうまあ言うたら大人たちしかいないそんなところで、まあ、1個か2個上ぐらいの M ちゃんという方がいてその遊んでいたと。でしばらくすると M ちゃん引っ越していってでまあ、えー、そういったことがあってでそれから、えー、まあ 年月は過ぎていくんですけどなぜか自分の家の横、えー、ですね自分の横の家に、はいえー、なぜか3年ぐらいで引っ越しを続けてしまう家があるんですよでその方の特徴としてだいた5五6 0代ぐらいの女性で名前に、えー、名字に「タがついちゃう、えー、一人目が田所さんだかなで二人目が田代さんかな。 <laughs> なんかタナントカさんっていう方がいてそ,でそ,ででそれで、あのーまあ、そういった人が、ね、隣にもすごい入れ替えが激しいなっていうような感じで2人目のえ、はい、まあ確か、まあ、田代さんか田所さんか当時は分かんないですけどもその方がある日おかきさんにこう言うんですねエモ、はい、ちゃんっていうのは引っ越していってそれはもう一つ置いといてなんですけども、はい、その別の流れですよこれはね。 ままあ、M ちゃんがいましたって昔、過去でそれから3年ちょっとぐらいまあ言うたらその時の、えー、おかきさんの年齢は大体小学校まあ、3年ぐらいなのかなちょうと分かんないですけど、はい、それぐらいの時に隣の田所さんか田代さんがよく分かんないですけど隣の方が「えー、何々何々、おかき,おかきさん?」みたいな「おかきくん」みたいなことで「えー、ちょっとこれ、えー、渡しといて」って。 え誰ですかって言ったら「これ M ちゃんに渡しといて」ってなんか知んないけどもう過去に引っ越してた M ちゃんの名前を出してくるんですって自分おかきさんにね。でなんわ意味わかんないじゃないですか引っ越してんのに「あそういえば M ちゃんなんていたな」みたいなその時思い出すぐらいですよ当時ね。ななんんんででこここの人はととを言ううだろうとでも えー、そのね、まあ、私で来られたのがメモ帳、メモだと、でメモ、私と絵でこれ、M ちゃんにみたいなことを言うて、これねって言うてで、もう M ちゃん引っ越してるから、私、しょうがない、どこに引っ越したかも分かんない、で家に帰ってきて、そのメモ帳を開いてみたら、あのー、M ちゃんへって、えー、上でドタ,ドタ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 遊ぶのはいいけれども、覗いたりするのは怖いからやめてねって。 ってて書いてたんですすすよねはいそそうでででんな感じです、はい、でしかも、えー、それからまたその田所さんが田代さんが分かんないけどそれもまた引っ越していって別の方が来てっていうただこれをされたのは田代さん田所さん、まあ、その2人目に引っ越してきた田のつく方この方だけに「やめてね」っていう風なメモを渡された。ただこの時は なんか僕も聞いたんですよねその時おかきさん聞きましたけどこれなんか無理ど,どうしてこういうことになったんですかねって言うて,で言ってもうそのひやめてねっていう感じだからなんか、えー、直接言えばいいのにみたいなそんな多分問,問答をしてたと思うんですけどその時思い出したのが「タ田なんとかさんは別に嫌な感じではなかった」。 笑いながら<う>ニコニコしながらこれ M ちゃんに渡しといてねみたいな感じだったと、はい、で,そ,でそれから引っ越していったただ引っ越していったかどうかは分からないなぜなら、はい、突然と消えてしまう家財、はい、道具も何もかも全てを残したまま全てもうそ,のそういったものもう痕跡を残したままふっと消えちゃうだから岡、はい、きさんは夜逃げだと思ってた、はい、今まで引っ越し で、まあその時は夜逃げとは思ってないでしょうけどちょっと大人になってから考えたらあれ夜逃げだったんじゃねえのかなっていうぐらいこ然と姿を消すしかもそれが全員自分の物心があるうちの34軒ぐらいかな隣に引っ越していってだいたい五5五6 0ぐらいの女性の方が引っ越してきて一人暮らし全員3年ぐらいで引っ越していくんだけども全員こ然と姿を消して家財道具も全て残したままただ一人だけアクションがあったのがその。 2回目に引っ越してきた方で「M ちゃんに渡しといてね」って言ったあれがすごく気になるんですっていうお話でした確かそうです多分 OK でしょうかありがとうございますありがとうごありがとうございますありがとうございますありがとうすこれを全これがまあちょっとその時はねおかきさんのちょっと思い出しながらちょっとお話するんでっておっしゃってね前回お話しくださったんですけどめちゃめちゃ怖くて。そう <laughs> アホほど、アホほど怖くて、これ、全編聞きたい方は、はい、ちょっとあの今週だったですよね、あれね、関西地方限定でしたよね、そです確かね。なんで、まだ動画上がってないんで、来週以降にちょっとこの動画上がっていくんで、はい、ちょっとそこは前編、あのー、聞いていただければと思います。もっとちゃんと濃ゆい、す今す、アホほどかいつまんで、今、お話しさせていただいて、でもうほぼ、ほぼ、大丈夫です。 今日は、と、はいはい、つしておいて何なん,なんですけど今もこれかなたさんにお話ししてもらったんですけど、はい、正直自分で語りたくなかったんですよね。と,というのはあの、まあ、今は説明してもらったんですけどもしあの自分でもう一回話し,しなければならないかなと思ったら。うん ちょっとしたくないなと思ってたんですごく助かってますっていうあのそういうお話です、今は。えどう,どういうこと <laughs> いや、なんかやっぱり思い出したくないんでしょうね。ああ<ー>、なん,なんか拒否、体が拒否してるっていう。はい。で、多分それが今からお話しする、ま、の続きのお話になるんですけれど。すげえ俺。俺を利用しやがったな <laughs>。<laughs> いや、ね、あのね、<laughs> プロだな <laughs> し,ゃしゃべりたくないんですよね <laughs> プ、プロの仕業だないやいやいや、もうほんにはいはいえっと、はいで、えっと、さっきも言ったように、あの、お写真ありますはいはいはいで、一応、時系列たどるために 話しながらら写真の方を送らせていいただこうと思います一応で送らせていただく大ちょっとね、はい、ひょっとしたらあのデータの量とかにもよるんですけどすぐに送れない可能性があるので最初に僕別に中身見ないんであ<ー>最初にもうポンって送っていただいてた方が分た多分その時すぐ見れると思うのでえっとどうしましょうかねとりあえずあのその写真だけじゃなくて、はい、あのやっぱり。 まあほら写真といえば検証が必ずつきものだと思うんではい、はい、裏付け的にスクショを撮ってみたりとか、はい、そういうものもちょっと34枚あるんですねでもボンボンと送っていただければじゃあ分かりました、はい、あのお話ししながらちょっと送らせていただきますはいちょっと僕も見ないようにしときますねはい、はい、えーっとすいません、はい、送りながら話すんでちょっとあれなんですがえっと、まあ、前回お話しさせていただいてから えっと、どれぐらいか分からないんですけど、うん、まあそんな日にちは立てないんですけど夜夢を見たんですね。はい、でその夢っていうのが真っ暗な本当に真っ暗でただ狭苦しいところそこはどこかっていうのは全く分からないそんな夢だったんです。うん、でその夢を見てで最後、まあ、目覚めるその瞬間に。 唯一聞こえた音っていうのが一つだけあって、はい、それがカメラの写真の,あの、ね、シャッターを切る音なんだなっていうのだけがふっと目覚めた時にいつまでも印象に残っていたんですね。はいはい、それで、えっと、ちょっと待ってくださいね。 えー、一枚目ででまあ僕自身あのカメラを持っていないのでお<う>だからカメラっていえば何があるかなと考えたらもう携帯しかなかなっそれでえー、っと携帯のカメラかなと思ってその夢を見た後に自分の携帯を見たんです。うん、はい で、カナダさんはえっと、iPhone 使ってらっしゃいます、はい、僕 iPhone ですあ、iPhone ですね、じゃあ,、はい、あのお分かりいただけると思うんですけど、うん、写真とか動画撮ると、カメラロールっていうところに収められるじゃないですか。そうで、すすねねそうですよ、ねうん、で、よ最初に見た、えっと、1枚目の写真というのが届いてるかどうかわからないんですけど、その自分自身のカメラロールの写真です。カメラロールははい、はい、あれななんかさなんかかさ、き 見覚えのある人が、きょ日話題に上った、それがまあ普通に写ってたんですね、まあ、何もない写真でした。で、まあ、別に気のせいかなと思ったんですけど、はい、やっぱり気になったんで、うん、iPhone ってあの、なんでしたっけ、マイフォトストリームっていう機能があるじゃないですか、<ー> iPhone 同士で写真撮ると、そこに同期して集まってくるっていうフォルダー。あーあーな あーなな使ってな多分そんなのそそうですかあの、うん、そこ行くとあの他に iPhone 持ってても、うん、そこに一括で、えっと、写真だけが集められるんですねでそこがちょっと気になったんで、うんうん、見てみたんです、うん、それが、えっと、2枚目に送った写真ですほうほ、ん、うほうほうほうちょっと1枚目と見比べていただきたいんですトトーー1枚目 えーっと、1枚目。えーっと、ちょっとこれ、2枚目を別で出したいよ、私。2枚目を別で出したい。ち,ちょっと待ってくださいね。ダウンロードして。よいしょ。えっと、えっと、これを落として、これを落として、おいで、えっと、 ダウンロード。うーんと、えっ、ー、と、こっちがこっちがほう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 はいはいはい。えっ、ー、と、ちょっと待って。<laughs> はい、<laughs> すげえ。<laughs> すげえ、画面がね、むちゃくちゃなんだ。はい、も,うもういろんなものを全部出してるから。<ー>ちょっと待ってくださいね。す,すいませんね。いやいや。 っとこっちの方では引き続き、えっと、その、九段の送りたいという3枚目の写真の方を今、送らせていただきました、ねはいはい,はい。ちょっと待って、はい、これ全部、とりあえず、こっち、ちは,い、はあこれ、はい、3枚目が。はあ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 、やっぱこれ、はいいや、確かにこれは気になったんですけど、そうなんです、うん、こいつはいないっすね。ないですよね、1枚目のカメラロの方には。ない。 でそれがあのマイフォトを見たとき、2枚目に送ったやつ見たときに、うん、これが目に入ったんですね。はい、で、あれと思って拡大したのが、まあ一応3枚目の写真です。で、一応、まあえっと、皆さんに見せていただくのは、このできればこの3枚目だけでお願いします。 いろんなもちょっと、はい、えっと要するにですね皆さんあのちょっと出しますけれども、はい、3面目を出しますけれども、えー、カメラロールの中にいろんな写真がバババ,バッとあるわけですよいろんなね。でうんその中にえー、っと1枚だけじゃないけども多分「マイフォードストリーム」って どんどん溜まっていくっていうようなものなのか自,自分の写真以外もえっといやえっと iPhone で撮ったものであればですから自分だけのものじ自分だけの iPhone で撮ったやつのそうですなんかがそのデータが全部そこに入っていくっていうそうですクラウドそう,そうですねクラウドみたいなもんです、ね、でもんなんですかね、はい、ちょっと僕ちょっとあんまりねすご詳しくなくて、はい、全然 iPhone 使えてないですそこら辺はいやいやいやでえー、ある 中に1枚えっ、ー、とちょっと変なのが入ってまして、はい、えっとねそれがいろんな景色とかね、はい、スクショとかっていうのが写真撮ったりいろいろあるんですけどその中にようわからんもんが1枚だけあるんですけどそれがえっ、ー、とよいしょ。 あ、ちょっと入ってえー、っと、ね、これですこれんうん何なのか分かんないですけどそうなんですよね、うん、あまあだからこれは何なのかなっていうのがまあ今日のあの凸した最大の理由なんですがうん まあ是非ともちょっと、まあ、その金田さんに送られてくる写真と比べると、ずいぶんもう、そもそもこれが何なのかがわからない写真なので。<laughs> ああそということは、この間しゃべった後に、なん、はい、だと思うんです発生しているデータってことですか。 だと思うんです。ちょっとあの、その辺もカナダさんにもしプロバティみたいなんで調べることができるんであればちょっと見ていただきたいなと思ってえっとあれ喋ったのいつでしたっけ関西限定はいつでしたっけ関西限定がいつや関西限定でしたっけあれ喋ったのってあれいつか覚えてるの関,西関西限定です関西限定ですかね関西限定はでいつだっけ月曜とか そんなとこじゃなかったんですかね月とか火曜とかどっちかな関西限定いつだったっけなえー、っと4月のあ四4月2日ですね。何曜日でしたっけ、ね、月曜日です。あやっぱり月曜日ですかはい。はい、で、この今写している写真は えー、4月の3日ですああ、<laughs> その後、あと<ー>です。そですね、はい、それで、えっとはい、まあ、まあ、俗に言う、自分が撮った記憶のない写真だったんですね、これが。ただ、このマイフォトストリームっていうところに収められてる以上は、はい、他の iPhone の機械で撮れば、撮れてしまうわけですよ。はい そこに集められるんで自分の持ってるっていうことものですよねすはいそうです、はい、僕が持ってる iPhone の機器であれば、はい、それで僕が持ってる今 iPhone って、はい、昔の初期型の iPad があったんですねはい、はい、でまずそれを調べました、はい、カメラロールを見たんです、はい、ならこの写真はなかったんですな<い>なありませんでした、はい それであれじゃあ何かなと思って思った時にふと思い出したのが今僕が今これカナダさんにお話ししてる携帯のちょうど1年前に機機種変更した機体があるんです iPhone5S だったんですけどそれ去年のん多分夏前ぐらいに機種変更したんだと思うんですけどそれの存在のことをちょっと思い出しまして。 それで、あの直し込んでたんで、探したんですね。ほうで、引っ張り出してきて、<laughs> はあ、で映そうと思ったんですけど、やっぱりあの去年だったんで、たぶん電源が落ちてしまってたんですね、はあ、充電も全部使い切ってて。はあ、あ,あ,あら,らで、一度充電をするつもりで、刺して、ある程度充電が終わってから、えと見ました。はい で見たものが、はい、えっと今から送る写真にします。えあるの？なんかあるの？えっと、こ,れこれがあのえっと電源が切れてた、うん、去年去年にえっと撮ったえっとカメラロールの中に収まってました。ほう,ほう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 。つまり 他のえっと、iPhone の機器で撮られた写真であるっていうことはこれで間違いないっていうのは確認できたんですはいはいはい届いてますかね届いてます見えてます見えてますかはい、はい、一番この最後に乗っかっているのがこの皆さんに見せて見ていただいている写真だと思うんですけれど、はい、これがあったので、はい、ああこの iPhone5S で撮ったんだってなったんですけど、はい、今も言ったように、はい、去年から使ってないんですよね <laughs> で一応それを証明するために一個手前にある写真があるじゃないですか一個手前この、えっと、このえあ一個手前と今送った写真のこの映り込んでる 鳥のこれの写真の一応履歴を送ります証拠としてこれで大丈夫かなこれがいその、まあ、今回写り込んでた写真の、えっと、ああはいはい、はい、2017年ですねそうなんですよ6月16日と書かれてて、うんうん、それ以降に この写真なんです。うんうんうん。だもので、うん、ということなんです。一応僕から。えっとデータを見る限り、はい。ええー、あちなみに4月3日って何してました？次の日。えっといや普通に過ごしてたと思うんですよね。お,お家いました？あ家にありました。家にあいました？はい,したはいはい。これね時間帯まで出るんですよ。 あははい、はい取られた何時なんですか4月3日の14時18分あえこれお昼間の写真なんですかはいで、なおかつ、はいえー、引き出しの中になんかこう直してたって言いましたよねはいはい棚の中に棚の中に、はい、こんなに明るく映るわけがないんですよそうですよねはいでしかもはい 中に結構データ残ってるんですけど iPhone でっってますあ,あ、やっぱそうなん基本的にオートで撮るので、はいえー、まあ暗いところで撮ったんだろうなっていうのは分かるんです。で F 値が2.2で、はい、15分の1秒っていうので撮ってて ISO、はい、感度が2000っていうこと結構暗いんだなっていうのは分かるんですけど、はい、そこ,この状態で多分撮ったとしてもこんなになるかなっていうぐらいの。はい ものなんですよ。なんかあのー、なぜならこれフラッシュ耐いてないんで、はい。で棚の中に入れてて、ええ iPhone の設置面ってものすごく平らじゃないですかカメラとか。はい、そうですね。はい、なんでそういったところに直しているんだったら多分明かりなんて多分ないと思うんですよ。そもそも感感知する光がまずないんで、はいはい、フラッシュの光ではないっていうことはわかるんですよねこの明かりが。はいはい、はいはい、左下が暗くて右上が 明るるるめっってていいううようなコントトラストがああ程度あるっていうで凹凸みたいなのも何かあるなっていうのはわかるんですけど、はい、ある程度まあ例えばこれが何かはわからないですけど絨毯だとかそういったものを撮ったりすると、はい、えレンズって最低の、はい、え撮影距離っていうのがあって撮影距離,影距離、はい。 そこからはピントがあってなんでまあ一般的にはなんかそのマクロレンズとかっていうとすごく接写ができるよとか、はい、近くで撮ってもその被写体に近づけても大丈夫よ1 0ンチぐらいまで近づけても全然ピントが合いますよ。 はい、逆に3 0ンチぐらいもう超えちゃうと3 0ンチか2 9二十2 5ンチとかなってくるともうぼやけてピントが合わなくなりますよっていうようなレンズもあるんですね。はい、で最低撮影距離っていうのがあるんですけど、はい、iPhone とかでマクロレンズっていうのが別で売ってはいるんですよ、はい、ソフト付けでピンセットみたいなんでパチって止めてレンズを別でつけると近くを撮れますよっていうものがあったりはするんですけど。 はい、にしたって、はい、ここまで、そこ、棚に入れて、棚というか、そ引き出しですかいや、えっ、ー、と、いや、引き出しっていうか、まあ、ただそのまま、つらで置いてたって感じですね。えっと、ののどのあたりに、えーと棚に。ということは、光は届く。 はずのないう所で,すであるんだったら多分そういったような iPhone、まあの,の中でもマクロっていうモードもあったりするんですけど、うん、凹凸が普通に見えるようになるまでは結構ね距離がある程度いるしそこまで全然光源がないんだったらフラッシュも耐えてないのにこんなに何かしら凹凸が出たりとかっていうようなものが映るかなっていう話だしそもそも電源が切れているのにこれが。 ちゃんとデータとして残っているっていうのもなんかちょっと気味が悪いしそうそうなんですああなるほどうんあいやあのなんていうんですかねこういう凸してて何なん,なんですけど、うん、あの僕としては何かこのカメラの不具合でこういうのが映り込んでて、うん、そういうあの心霊的なものでないっていうことが分かればいいかなと思って、うん、それで ちょっとあの送らせてはいただいたただんですけど基本的にはありえない、はい、かな,ないだって電源切れてるから電源切れてる大前提だったらまあないですよね一応さっき送ったあのスクショは今日の今日あの100物語されるっていうのは分かってたんで、はい、夕方ぐらいに撮って。 って送ったやつでではあるんですね、はい、で一応この携帯の充電自体も、えっと、今日の朝からどれぐらいで充電できるかわからなかったんで、うん、差しっぱなしでやってそれで見たっていう状況なんですね。何かしらそうですデータがねデータはね はい、iPhone なんですよ <laughs> 見るデータ見れます見れますもうあの簡単なやつですけどねなあの基本的な情報は残っているものだったんでこれはこれですごいありがたいんですけど<ー>えっとどういう感じで撮ったかっていうのこれも全部出てくるんですよこういうふうにね iPhone5S アップル、iPhone5S でこう、どういう条件で取ったかっていうでフラ,スフラッシュ強制的にもなしにしてるんではい。うんへえたぶんこれこれはたぶん iPhone5S の 解像度なんだろうなこれな多分なで4月3日の4月3日の14時18分なんでう,ーんうんまあ情報はまあこれでまあ、うん、こ,この情報で出てるんでそうなんですよね、うん、そのさっきも送ったように iPhone5S で写真撮ったのはその去年の6月以降は 僕自身は触って撮った記憶はないんで、うん、そう,そうだその冒頭ねはい言ってたがそうなんです「はい。こが<れ>、えー、夢で <laughs> うんでもお昼間なんですよねお昼間です。 はい、僕見たのは夜見た夢なんでその時のシャッター音を聞いたっていうことを一瞬考えたんですけど、うん、まあ言うてその時間が合うかどうかっていうところとかっていうのはまあそれ置いといてまあまあそういったことが起きるよって言ったようなことだったかもしれないそれは分かんないですけど、はい、えそもそもなんかそのカメラストリのストリームっていうのをはいつも見てるんですか 最近は見てないです普通にカメラロールだけ見ててだからその存在に気づかなかったんですけどははいいたまたまそうですその夢を見てなんかちょっと気になったんで見てみようかなと思って久しぶりに見たらっていうのが今お話しした流れなんですね。 こじつけになりますけど、はい、あの話をした次の日ですからね。そうなんですよね。だ,だから <laughs> あのぼ、僕自身が今までこういう経験をしてたとかっていうなら話は別なんだけど、やっぱりあの話をしカナダさんにして、うん、で、まあ、その、まあ、結局翌日やったわけですけど、こういうのがあると、どうしても関連づけてしまうんですよね。まあまあまあ、まあまあ、でも、それはそれでほら、あのー、 僕らはそれでこうね、はい、あなんかあるのかなとか思いながらこうフフってなるじゃないですか、はいですね、別にそれがそう違うとかも決めつけないしそうだとも決めつけないしそう、ね、かなとかって思いながら、はい、ただそれが自分の身に降りかかった時にどう思うかですよねそうですね僕もあのお話他の方の聞いててそういうかかってこない電話が聞こえたとか取ったはずのない 映像画とかもしくは反対で撮ったはずなのにいつの間にか消えてたっていう話、うん、たくさん怖い話で聞,か聞いたりしますけどはい、はい、こういう経験が初めてだったもんでちょっと正直ええー、と思いながらただ、うん、あの他の方の聞いてていつも思ったのはやっぱりその,その写真怖くて消しちゃったとかそういう話も聞いてたんで、うん、極力、まああのね、今回のスクショをちょっと他の。 やつを抑えてあのカナダさんの方にちょっと送らせていただいたんですけどこういう形でちょっとなんかこうもなんかこうわか分かればいいかなと思ってちょっと今回こういう凸をさせていただきました。<ー>はい、これでも明かりはある,あるっぽいね明かりは何かしら明かりはあるかもただの白っていうわけではなくて 高原、はい、はどっかから来てるっぽいな右側から何か,、ね、かしら来てるっぽいですけどねこの凹凸が何なんだろうな気になるけどなそ,そもそもこれが何なのかが。 分からなくて、こういうのを見てるとなんていうあ趣味楽だっていうんですか、顔に見えたりとか,なんかしてくるんで、んね、それだけになんか余計気持ち悪くて、そもそも条件として、電池が切れ完全に電池が切れてしまっても使っていない iPhone5S のカメラの、はいまあ、データがここに入ってる、でフラッシュも足りてないんで、光があるようなところでもない、まあ、クローゼットの中に入ってるんだとから、はい、そもそも光がない。 でフラッシュを焚いてるんだったら何かしらそういったようなえまあ乱反射とかするんでねそういったところに入っててパシャッとか取ったとしてもでそういうような形跡もないフラッシュは炊いてないので強制的にフラッシュを切っているのでデータとしてはフラッシュを焚いてる感じでもないえただこういう風に映るっていうことはまあ明かりが何かしらどっかから右上の方から何かしら来ているであろうなっていう感じではある。 そもそも電源が入ってない <laughs> なんでアプリにその挙動としての何かしらそういった不具合というか電池が切れていて、はい、そんなことが起こり得るのかどうかっていうのは分からないですけどまあ機械は、はい、その中身まではちょっと分からないのでまあだとしてもそれで撮ったとしてもなぜこんなに明るいんだろうかとでしかもなんでそんな話をした次の日にそれが起動したのかと。 その話をしたその夜寝てた夜にカシャッというようなシャッターを切るような夢を見ているということから、まあ、推測するとひょっとしたらそういったような事柄があって自分が思い出しながら喋ったところで何かしらがあってたまたまこの iPhone だったけれどもそういったような何かしらのメッセージ的なものをなんか残したのかもしれないなっていうようなね。 そこ気はしないでもないなでもこれもうこ,こじつけですけれどもはい、はあ、結局やっぱりわからないんですよねからないですねでこれが僕がなんかその一つ思うのは、はいはい、ワードとしてのさっき僕もあの思いましたし、はい、えん、ー、だろうものすごく嫌なことを言いますよはいどうぞ。 あのー、僕は引っかかってるんですよその話は、はい、ワードとしてねはいはいいろんな流れがあれあったじゃないですかああいうことがあってって言って、はい、ありましたはい「の、はい、いてる目線だったりして」とかっていう,、ね、うー <laughs> 気になってるんですよ「覗かないでね」って何か誰どっかからのどこから覗いてたんだろうとか その節穴みたいな手伝んの方のあの節穴みたいなところから覗いてんのか隙間みたいなところから覗いてんのかっていうのは分からないけれどもなんかその覗いたなんか向こうとかなんかそういったような,なんかイメージというかだから細いところからこういう風に見るとぼやけてえーね見えたりするようなことがあったりするけれどもなんかしらそういったようなもうその向こうからなんか覗いてたっていう。 だから今現在、はい、言うたら、おかきさんがその頃文化住宅に住んでいたっていうの、3、4歳じゃないですか、あそうですね携帯も何もない、電話って言ったら、普通に黒電話だと思いますけれども、その同時で言ったら、覗くっていうところは穴だったり、隙間だったりっていうんですけど、はい、今、現代で、覗けるるっっっって穴って穴言ったらいっぱいいぱあるじゃないですかその中の一つがカメラのレンズだったらなっていうような、そんな想像しちゃいました。 そうはいはいこんな落とし方でどうでしょう <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> ちょっとね全然わかんないんで、ね、内容を見ればやっぱその説明の通り言うんだったらちょっとあまり考えにくい状況ではあるんでですねそうなんですねうーんなんでちょっと 正直僕としてはもう何かの不具合とか手違いとかでそうですねこういうのがなってたっていうところになってくれる方がまあそうですねまあ<や>そ,うそうなんじゃないのかなっていうようなのを思いたいですしただちょっとね、はいろいろと符合する部分がなんかあったりするので,で、ね、ひょっとしたらそうなんじゃないのかなみたいなことをちょっと思いながら <laughs> そうですねはいはい。 すいません、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> あのなんかあの百物語なんで、ええらい長々とやってしまいまし,いました、ね。大丈夫です大丈夫です。はいはい。はい、すいませんはい山田あ,あ,ありがとうございます。はい、はい、あの何事もないことを祈っております。はい、僕自身の方も。<laughs> そうですね。じゃまあ、うん、それはまあワンちゃん命取られないまでも <laughs> で、ね、命は取られない程度に何かが起こって、ねうん、はい。 くれ。はい。そうですね。はい。では、では、また。よろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございました。はい。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、どうぞうスパチャよろしくお願いいたします。ちょっとトイレ行ってきますね。まなんかすごいね。 ちょっと気持ち悪いねかなり気持ち悪いね。<laughs> へえ。 トイレの音入ってたうわ気持ち悪い <laughs> 気持ち悪めっちゃ気持ち悪もう音消けしていこう絶対今、まあ、来場者減ったわこれ美味しいんだよねコーヒー飲めないんだけどこれ美味しい 初見さいらっしゃいませ。オカルトチャンネルでございます。オカルト好きな方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ただ、私霊感あるんです。私霊感があっていろんなものが見えるんです。なんで見えないんですか、あなたはとかっていう人はぜひあのご退出よろしくお願いいたします。<laughs> こんな顔になるんで。 あで、あの、今回も、えー、10話ごとに、えー、ちょっと休憩入れてい,いきますね、うん。10話ごとに動画もこう切っていきますんで、よろしくお願いいたします。<coughs> <coughs> あち,ちなみにね僕の、まあ、やってるオカルトは基本的にはもう楽しいオカルトというか、えー、笑いもあるオカルトというかがっつり怖がらせるものは怖がらせたいただ笑えるところも笑いたいっていう恐怖と笑いは紙一重という前提でやっておりますんでよろしくお願いいたします楽しいオカルトはいいらっしゃいませ あー、もしもし。はい。聞こえてますでしょうか。聞こえてます。あ、えっと、初見なんですけど、はは初めまして、こんばんは。こんばんは。お名前、よろしいでしょうか。あ名前、そうですねあー。あ、じゃあ、あ爪切りで。目の前に爪切りがあるんで。<laughs> なんで、目の前にあるものをみんな言うんだ。<laughs> <laughs> 生活感がありすぎる。<laughs> 爪切りがちょってこと。 爪切ってたんで、爪切ってたんですね。うん、ーね身だしなみですからね。<あ> <laughs> ねね巻き爪なのかな。爪切りさん。<laughs> ね、ではでは、えー、どんなお話でしょうか。まあちょっとえっ、ー、と心霊現象かっていちょっと聞かれるとちょっと今でも実際どっちだったのかっていうのも判別つかないんですけど。うん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 。 えっと、もう10年ぐらい前の話になるんですけど、うんはい、え当時学生で一人暮らししてて、うん、でワンルームマンションに、まあ、暮らしてたんですけど本筋の話には関係ないんですけど、はい、そのマンションを含めた周りで結構へ変なことが起きるようになったんですね。うん、で最初住み始めた、えー、っと1年ぐらいは全然特に何もなかったんですけど。はい 1>, 1年近くたってで、年末年始の時にちょっと実家に帰省することになって、うん、1>, で1週間ぐらいして帰ってきたら、で、まあ、えー、っと玄関開けて、中入って、でちょっとシャワー先に浴びようかなと思って、朝方早く帰ってきたんで、で、風呂場の浴槽を見たら、あのー、なんだろう、錆びたカミソリが落ちてたんですね、風呂場に。はえ,えははだけ あえー、とあのなんだろう、絵のついたやつですね、<か>あの100均とかに10本、何、10本で100円みたいなの売ってるじゃないですか。安い T 字みたいなやつ。そうそう、それの歯がもうすごい錆びてるものが、車に落ちてて、僕はその引っ越してきてからあの T 字のカミソリしか持ってなかったんですの引っ越してきた時も、特に荷物を持ち込んできたわけでもなくて、はい、でましてや、あとで買い足したわけでもなかったんで。はい でまあ、その時はまあ、ちょっと不気味だなとか、まあ、そ,そんなあんま深く考えなかったんですね。はい、でそこから結構ちょくちょく、なんだろう、夜中に結構、ドアの開閉音とかは全然しないのに、うん、目の前の廊下をなんかハイヒールですごい勢いで、カッ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 カって走って、こう、音が聞こえたりとか、はあ、あと玄関、玄関の外なのか、はあ、中なのかわかんないんですけど、はあ なんか袋をこうずっとガサ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 やるような音とかで聞こえたりしてでもその辺からちょっとまあちょっと不気味だなとは思ってたんですけどまあいい話の種だなぐらいの音にしか考えてなかったんですけどでそっからしばらく経ってそのマンションの近くにちょっとした公園があるんですよねそんなひ、えー、と大層なものではないんですけど遊具がいっぱいあるとか,とかではなくてまあベンチがあってちょっとした砂場があってみたいな感じで。 はいはい、で、<laughs> 当時夜中、ちょっと深夜徘徊じゃないですけど、はい、まあちょっとぶらぶらするのが趣味でこう、町内を一周して帰ってくるみたいなのをちょっと日課にしてたんですけど、はい、である日、その帰ってきてで、ちょうどその公園を通りがかったんですね、そ、はい、したらなんか、木の近くで人間っぽいのが、なんか2人がちょっとなんか揉めてるような感じだったんですよ。うん、結構 でそれで、なんかちょっと、なんか、血和幻覚なんかかなと最初思って、うん、でもうそ,そっち側がマンションの行く方向で通り道だったんで、ちょっと通らざるを得ないんですよ。はい、でそこをこうずーっと通ってたら、でだんだんこう見えてくるようになって、うん、で、上がりとかは全然ないんですけど、うん、もう目も慣れてるんで見えてきたんですけど、はい、でこう見ると、一人がすごい電話してるんですね。はい、あすごい すごい剣幕というか、はい、焦りながら電話してて、はい、でその横を見るとあのー、もう女の人が木に首くくって、まあ、首っつってるんですよね。はい、で、はい、それでもちょっとただ事じゃないなと思って、はい、あんま関わりたいとは思わなかったんですけどやっぱ一応もう通りかかっちゃったんで、はい、この電話してる ののが男の人だっったたんんで、でで、はあ、大丈夫すすか何か何あったんですかみたいなもうちょっともう分かりきってることですけど。はあはあ、もうなんかあってるのは目の前でもう目視でいますからね、はい。そうですよね。はあ、でそれで <laughs> その男の人に聞いたんですけど、はあ、男の人は、まあ、僕に気づいてこう電話をちょっと何、はああのー、て言うんだろうマイクの部分をこう手で追いながら。 僕のほうに「あ全然大丈夫なんでな何もないんで本当に今ちょっと電話してるんで、うん、ちょっと僕ではいちゃんと解決するんでほん大丈夫なんで」みたいな感じでもう僕を寄せ付けない感じなんですよねずっとえでまあ、まあ、よくまあまあそこまで言うんだったらでもあき明らかに首つってるのがもう,もう手前2メートルぐらいにいるんで、うんまあ、帰りたいなと思って、うん、でまあ男の人もその、まあ、結構しつこいから「うん、あ分かりましたじゃあ」 本当に何かあれば僕そこのマンション近くなんでみた、はいな感じで,、はい、でそこでそれは終わって、うん、で家に帰っても、えー、とその時間がもう夜中の2時とかだったんですよねで家に着いたのもちょっと2時ちょっと過ぎぐらいで,、うん、でそういうことがあったんでまあ寝るっていう気分もなかったんですよちょっと学校の課題とか、はい、まあテレビとかやろうかなと思って30分ぐらいこうちょっとぼーっとしたら なんか外の方がすごいやっぱ騒がしくなったんですね。ほうほうでパトカーもなんかこう来てるような感じで結構ザワザワし始めて。であああれかなと思って<う>まあ一応もう一回まあ心配っちゃ心配だったんで、うん、見に行こうかって言って見に行ったんですよ一人で。うんうん、えー、まあもう結論は分かりきってるんですけどもやっぱりその公園でなんかこうやじ馬が何人かいて警察の人も来てて。うんうん でこう取り囲んで、もう中はもうどうなってるかっていうのは見えなかったんですけど警察がもう何なんていう、もう締め出しちゃってみんなを。でその、まあさっき見たこと分かってるんですけどそのじ馬の人に何かあったんですかって聞いたらあ、首吊りがあったらしいよって言われて自殺で「あそうなんですか」って言って「どんな状況だったんですか?」って言ったら「あ、なんかカップルがその、二人で首吊って死んでたらしいよ」っ,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 って言われたんですね。 で、えって思ってそのさっき <laughs> 僕が見たのは女の人が首を吊ってるのは見たけど男の人が電話をしてて、まあ、大丈夫ですよっていう状況だったんですよ。お<ー>なのでその男の人がまあ亡くなったのかっていうのはちょっと分かんないんですけど うん、亡くなったのは首、まあ、つって自殺してたのはカップルだったらしいよって言われて、うん、ああど,どういうことなんだろうとか思ってまあ調べることもできなかったお。うん、そし警察の人にさっきここでこれこれ見たんですけどみたいなこと言ったらなんかよなんていうかも,もめそうっていうか面倒なことになりそうだったんで、うん、そこまで深く,は深くは突っ込まなかったんですけど。うん で、またそこから、もうその事件は事件っていうか、その話はもうそこで終わっちゃうんですよ。特に進展もなくて、僕もそこまで興味もなかったんで、あんまり深入りしたくないなと思って。まあまあ、うん。うんうん、で,で、そこからしばらく経って、で、えー、っと、ある日、マンションに帰ってきて、うん、ちょうどエレベーターがこうポーンって開いたんですよ。うん、で、そこ入って、 行こうとしたら、ちょうど中から出てきたんですね、人が。うん、で、あ一応まあ、こんにちはみたいな感じで、同じマンションに住んでるんで、こ、うんにちはみたいなとこ行ったら、その、なんだろう、その、公園の時にある日、夜に会った、電話してた男の人が出てきたんですよね。うん、っていうお話です。え、最後え、最後はい、そうです。その男の人が出てきて、うん。 終わりみたいな。ちょっとよ,よくわかんないんですけど、未だに。それ、いつぐらいのお話ですか、えー、それを見てから1ヶ月経たないぐらいかな。で、なんで覚えてたかっていうと、すごい声が特徴的な人だったんですよね。うん、で、結構背も高くて、うん、覚えてて、え、な,なんだろう、この人はみたいなっていうよくわかんない話ですね。 自殺してたカップルは何だったんだろうっていうのもなるし、男の人は何で電話したんだろうっていうのもなるし、そういう謎が残るような。まあでも、そもそもだったら、もうこれ、ほ,ほぼほぼ、事件じゃ事件。事件そうなんですよね。事件,で事件っいうか、まあ、自殺あ,あのー、なのか新聞にも載っちゃっちゃ載ったんですよね。うん、公園で、えー、カップルが、まあまあ、自殺 で書かかれれてたのかなあれは、うんまあ、な,なくなりましたよみたいなのは地方欄の、うん、まあちょっとちっちゃいところに一応乗ったんですけどうんなんだったのかなっていうまあ不思議な、まあそま、間違いなくその人だったエレベーターから降りてきた人はそうですね,ですね、はい、マンションでまあひょっとしたらその男性って別の男性だったかもしれないですしねまあそうですねそそ、まあ絶対 かって言われると、うん、ちょっとまあ怪しいんですけどうーんまあまあ、ま、なんかわかんないですよねそ,うそ,うそれがどうなのかっていうところはにしてもそうですねだ自殺したカップルが2人っていうのもちょっとよくわかんないですしうーんっていう,うまあ心霊かって言われるとわかんないですけども そんな不思議な話でした。え、ど、ちなみにどど、どこらへんって教えてもらえるチャットとかでえー、あー別に、あいっとー、と。多分新聞にも載ったってやったら多分出てくると思うんだけど。北関東ですね。北関東。 うん、北,北関東のいや場所はそこまでここで言わなくて大丈夫だからチャットで言えるんだったら、はい、チャットでそこのなんか団地だとかそういった名前とかがもし分かるんだったらそうすると多分そのあたりのその状況っていうのが後で見れば分かるから多分住んでたから団地の名前は分かるよね、まあ、言えるんだったらいいんだけど<れ>言えなかったら無理しなくてもいいんですけど。 あ、チャットで送りましょうかああお願いしますお願いしますえっとちょっと待ってくださいねああそうか連絡先リストしないとこれ多分無理なんだあの何かに似てるうんぬんとかっていうのは最後まで聞かないとわかんないしあのそのあたりはあのいいよ <laughs> うん あの終わった後に報告よろうと最後の最後でね似通ってる話もあるかもしんないしかぶってるっていうかそういうのっていうのは結構あったりするからね ただ全部が全部そうなのかって言われたらほら全部を全ての階段とか誰かっていうようなのってなかなかわかんないからねわ <laughs> かるかなわかんないかないやとりあえずちょっとチャットで もし場所が分かるのであればチャットでよろしくお願いいたします <laughs> ただあのー、やっぱそうだね喋ってる最中の親はあると思うけど、まあ、前例がいくつかあるからね。 切れ,切れましたね前例がいくつかあるからねあの思いっきり2チャンネルの怖い話喋ってた人いたからね <laughs> <laughs> え嘘って思ったけど。 だろう,うーん話を話がとりあえず全部聞いて終わってなんかあるんだったら言って俺も知らないこと結構多いから俺ネット上の怖い話とかってねあんまりがっつり見てる方じゃないのよ2チャンネルの怖い話とかもあこら辺のシャレコアとかも全部が全部ね知らなくて本当に有名なところぐらいしか記憶になくてだからその話が終わった後にこれ がっつりあれじゃねみたいなのがあればあの教えて終わった後にね全部終わった後にねうんだから今の階段というようなまあ定はもちろんなしてるしねもうひょっとしたらその時になくなった,ただこれただの、えー、じえ まあ自殺というところだったかもしれないでもこう微妙ちょっとよく分かんないっていうなそうなのかもしれないまあ基本的にはその見た人のそうだったのかなどうなったのかなっていうようなところだったりするしうーんまあそうなのかなっていうところねうん。<laughs> はいではちょっと今かかってきた人ちょっとかけようで10話だ <laughs> あごめんねちょっとごめんなさいねちょっと今かかってきた方取ろうと思いますでこれで一旦ちょっと休憩入りますねもし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 はいはい あ、まゆです。はい、いらっしゃいませ。はい。はい。すみません、ちょっとなんかお話中だったんですね。大丈夫よ、大丈夫よ、大丈夫よ、大丈夫よ。ポンってやっちゃって。大丈夫よ。い。全然いつでも大丈夫。あのもし切れたらあのこっちからかけるから大丈夫。はい。大丈夫です。でとりあえず第一部ラストまゆさん。あ、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ではではどんなお話でしょうか。はい。 これがですねこの、もうほんとつい最近聞いた話で、うん、あの、ちょうどこの週間っていうですかあかなたさんが始まってすぐぐらいに聞いて「うん、あ百物語までに温めとかないと」と思ってでその友達の居酒屋に行った時にあの、中学の同級生が2人別であの飲みに来てたんですよ。ははい、はい。で そのまあ中学時代の話とかで「お久しぶり」とか言ってでこうあの時あんなバカなことやったよなみたいな話をしてたんですよね、はい、一緒にで途中でなんかその家がお化け屋敷だった話になったんですよ私の家が、うん、でそういう話してていやなんかあったよねみたいなこと言ってたら、はい、そのもうひ二人いた方の片方が「うん、おそういえばお前もこの間 鹿児島の現場やばかったんだろうって言ってその一人の男の子の方に言ったんですよ。はいはい、で「何何何聞かせろ聞かせろ」って言って聞かせてもらった話なんですけど、うん、鹿児島でそのなんか結構警察系の仕事をしてるんですよ二人ともその男の子が。はい、で仕事場っていうか会社は別々なんですけどそのもう片方の S くんがあの鹿児島の現場に行った時にその一人。 その別の技術者の男の子が先前乗りしてて、うん、で自分は社長と一緒にその現場入りして、うんでまあ後から後輩がもう1人来る予定だったんですけどそのとりあえず1日目鹿児島のなんていうんですかおう家を借りたとこアパートとかなんかの一室借りて 2>,、うん、で2人で住んでっていうことになってたんだけど、うん、その日の夜に生まれて初めて金縛りにあったらしいんですよ。うん 金縛りかって思ってて思でも話を聞くところによるとこれはこう頭が寝てるだけだからあなんか体が動かないだけだからと思っても一生懸命こう,う,うーって動け動けってやってたらしいんですよ。うん、でふってこう顔とか目を開けたら目の前の,そのカモイに女の子がぶら下がってるのが見えたらしいんですよ。うん、でその カモリって言ってたんですけどそのなどういう形状になってたのかが分からなくてふすまあ、襖になってたのか,かもそのカモいの上が欄間になってたのかわからないんですけど、うん、そこに女の子の顔が見えた、うん、で手も見えた、うん、ただ体が見えなかったらしいんですよ、うん、その下の空間に、はい、でうわーこれ幽霊だと思ったらしいんですよね、うん、でもう消えろ消えろって思ってる間にもうどこからが夢なのかわからないらしいんですけど、うん、最終的に女の子をその シンクに流したところで目が覚めたらしいんですよ、うん、でそこでハッて体が動くようになって起きた飛び起きたって、うん、で,でもすごくリアルだったからどこからどこまでが夢なのかわからないと思って、うん、とりあえず隣で寝てる社長を起こしたらしいんですよ、うん、で社長社長起きてくださいって俺生まれて初めて金縛りになりましたって言って、うん、今あったことを全部言ったらしいんですよ、はいでまあ、まあ社長はふざけるな寝ろっと <laughs> な <laughs> <laughs> なんで夜中に起こしたみたみい無慈悲いやそんなこと言わないでくださいよもう俺寝れないっすよって言ったけどうるせえ寝ろと、うん、でまあとりあえず寝ろって言われたけど寝れないじゃないですか、うん、でもここもずっとこうゴロ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 ,ゴロ寝,寝れねえ寝れねえってなってたらしいんですよでもう,、うん、もうカモイの方は見れないしみたいな、うん、たら突然社長がうわっって言って飛び起きたらしいですよ、うんうん ではっと思ってみたら社長が「おいエス俺今初めて生まれて初めて悲しみに会ったぞ」って言われたんです、うん、だから言ったじゃんと思ってこの部屋やばいよって思ったらしいんです二人して、うん、で「いやもう俺めっちゃ怖かったわじゃあ風呂行ってくる汗かいたから」って言って一、うん、人取り残されて風呂に行かれてうん でもその夜はもう怖くて怖くて眠れなくて、うん、そのまんま現場入りしたらしいんですけど、うん、まあ次の日も、まあ、社長と二人暮らしでいるわけじゃないですか。うん、で、こう、丼飯を食ってた。うん、たら社長がと突然、こうおい S、スちょっと後ろ見ろって言ったらしいんです、うん、でさすがに昨日の今日だからからかってんなと思って、いや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 、やめてください、そういうのって言ったら、 いいいやいやいやマジでマジで見ろマジで見ろって言ってえー、らい言ってくるんで、うん、とりあえず流し台の方でこうもうちょっとへっぴり腰で立ちながらこう振り返るんじゃなくてこう何て言うんですか遠回りして後ろ振り返るというかこう遠くに行って見て,見てみたらしいんですよその自分の後ろ。うんうん、でその自分の後ろっていうのが襖のまの、あ、物置みたいな感じになってて、うん、そこまあ開けっぱなしだったらしいんですよ。うん で、そこに自分たちの荷物ボンって置いててでも社長の,あのトランクが置いてあってで「いや何もないっすけどいやまたもうからかいましたね」って言ったら「うん、マジでよく見て、うん、俺のトランクマジでよく見て」って言われたんで、うん、よーく近づいて見てみたらトランクびっしりと小さい子どもの手形がベタベタベタって。 ってついてて<ー>でうわやばいやつ昨日見たの本物やんってなったらしいんですよね社長の方は女の子は見てなかってただ金縛りになってたらしいんですで、これ俺が昨日見たやつやん絶対って、うん、なったんですけど、うん、社長はそこまで怖いけど解決策が思いつかないからじゃあパチンコ行ってくるわって言って自分一人残してまた出てっちゃったらしいんですよ <laughs> 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 なんか瞬間湯沸かしみたいな社長やな。<laughs> そので、<laughs> もうこんな部屋入れるかと、この後の現場、ずっとここに住まなきゃいけないかと思ったら、もう嫌だったんで、うん、後輩が、の後から来るじゃないですか。で、うん、部屋割りが、自分と後輩と社長と、うん、もう一人別の技術者で、2部屋だったらしいんですよ。はい、で部屋割りがおかしいじゃねえかとなって。うん でその理由が、まあ、後輩君が人見知りがすごいらしいんですよ。うん、だから社長と俺としか喋れないから、うん、それで3人部屋になってたらしいんですね。うんうん、で、まあ、自分も後から来るっていうことで、まあ、とりあえず2人一緒の部屋でっていうことだったけど、うん、こう何かしら理由をつけて外出なきゃいけないなと思ったから、うん、そのパチンコ行くっていう社長に。 俺そんなこと言うんだったらもう俺出ていきますって言って、うん、家部屋出て隣の技術者の部屋に入って、うん、こんなことあったから俺もこっちに入れてくれって言って結局その鹿児島の現場の間は社長と後輩君がその女の子の部屋で自分ともう一人の人は隣の部屋で過ごしたっていうお話でした、うん、なんかいろいろ気の毒ねその人ね <laughs> <laughs> なんだろうななんんだだろう怖いんだけどその状況は、はい、何だろうな、はいうん、なんかすげえ気の毒でもいまあ隣の部屋の友達にとの隣の部屋の人に最初にその手形があったからって言って見せた時もその隣の部屋のやつも「本当だね」って言ってそれで終わられたから俺だけが一人で。<laughs> <laughs> 一人で焦ってたって言って俺だけ一人で怖がってたって言ってましたえだってなんか見,見たりっていうのはあったのその実際見たのってその S さんだけのそうそうが,がっつり見たのは,がっ,たのはがっつり見たのは S さんだけだしそのちっちゃい女の子だったっていうのは <S,、うん、<S, S さんしか知らない,い<ん>シンクに流したのは S さんなんだよねそうなんですよ <laughs> 途中で夢になっちゃってるみたいでその、うん、まあどこまでが現実だったのかわからないけれどもうん、うん ひとまずそういうのを見たと女の子を見たのは確かだとまあでもねその現場で「悲し縛りになって」って言って「うわっ!」って言ってんのにパチンコには行いくわんかねのすげえのんきな <laughs> <え>基本的に多分信じてないんでしょうね社長の方は全くまあ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 そうなんでしょうねきっとね、うん、そ<う>手形があろうがなんだろうがね <laughs> うん、気にはならないんでしょうね。うん、社長の方は。あい<ー> <laughs> そうですね,ねな。なんだろうね。<laughs> そう、そういう、なんだろうね。その緊張と緩和は素晴らしいですよね。だか,かなんか会談って <laughs> 何事にも動じないみたいな。なんか会談ってこう怖いだけじゃなくなっちゃうんだよね。どうしてもね。そう、その場の雰囲気によって。 で <laughs> 左右されてしまいますよね,左右されるよねそういう人がいるとね心強いんだか何なんだかわかんないんだよね、うん、結局どっか行っちゃうしねそうなんですよあの <laughs> 置いていかれるっていうの <laughs> 俺一人は <laughs> 実際は怖いんじゃねえかなとかねたし、ね、確,確かにそれはあるよねおー俺行ってくるわパチンコーつって,てはもう握ってるハンドルプ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 ルン <laughs> やべえもうやべえよみたいななっていくかもしれないね。サンドに1000円入れるのブル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 して入んないみたいなことがあるかもしれないからね。よっとしたらね。ああ。彼結構いろいろいいろろ体験したみたいで怖がりの人の方が体験するのかなっていうことでまた次の機会に来れたらいいなと思います。はい。頑張ってください。ありがとうございます。はい 失礼します。は,ーいはい、とつばちばちよろしくお願いいたします。しょではでは、ね、まあ、そういうね、人がいるとね、なんかこう、自分がだけが驚いているのが、バカみたいになってくるっていうのはありますよね。<laughs> 一体全体何なんだっていう。 よいしょはい、ではですねちょっと5分休憩を挟んで第2部いきたいと思いますでは第1部ひとまず終了ということで2時間半ですね約ねこのペースでいけばねギリかな <laughs> うんえっと5分休憩挟みます第1部終了ですありがとうございました